はい、もう2時なので。はい、はい、それでは本題で始めたいと思います。皆様、土曜日にありがとうございます。本日のイベント、まず司会の古田がですね、司会の趣旨、今日の趣旨説明をさせていただいて、その上で中身に入っていきたいと思います。で、本日のイベントなんですが、我々は奇数の力でロシアによるウクライナ侵略を止められるか、オシント、ジオシント、ジオイントワークショップということでですね、その最前線に実践されている方々をお招きして、中に入っていきたいと思います。で、皆さんもご存知のように、2月に開始されたロシアによるウクライナの侵略に関して、さまざまな情報がネットに流れています、拡散しています。で、それに対して、例えば衛星画像であったり、ドローンの画像であったり、360度映像であったりを活用して、情報検証をする、ジオイントという試みが、これ、世界中でなされていて、その中でも注目を集めている活動の一つが、今日もお話をいただく、ブラスさんと渡辺さんの活動です。で、これは広く言うと、オープンソースインテリジェンス、公開情報をもとにした情報検証や報道の、一派生系であるこのジオイントというものが、今回これほど注目されたのは本当に初めてのことであろうと思われるんですが、じゃあそれをですね、実際さらに広げていくためにはどうすればいいのか、どのような効果を持ち得るのかということを、本日登壇される皆様方からお話しいただきたいと思っております。それでは、メンバー紹介を改めてさせていただきたいんですけれども、まず、青山学院大学地球社会共生学部の古橋大地教授です。会場から。よろしくお願いします。はい。で、ズームでオンラインになるんですけれども、渡辺秀則、東京大学大学院情報学科学際情報学部学部教授の渡辺先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもうお一方、政治キャストからアズリー・ブラウンさん、こちらもズームから参加いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今からこのお三方にですね、それぞれプレゼンをしていただくんですけれども、皆さん質問やですね、ご意見ご感想などあれば、どんどんそのチャット欄の方に投げ込んでいただけたらですね、その場で拾えるかもしれませんし、後ほど質疑応答の時に生かしていきたいと思うので、ぜひですね、どんどん書き込みの方をしていっていただけたらと思います。それではもうちょっと時間早いですが、どうでしょう。始めましょう。口が閉まりました。はい。では、皆さんからまずよろしくお願いします。お三方に、大体15分ずつぐらいのイメージでプレゼンをしていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では、会場の方から古橋の方がまず先に。我々が行っている活動ですとか、あとは、一体、どんなことをやっていて、どんな課題があるのか、また、オシント、ジオイントというキーワードの中で、我々何ができるのかということを少し簡単に整理をしてまとめてみましたので、少し見ていただければと思います。後ほど議論の方で、ぜひ質問いただければと思います。ちょっと画面を見やすく、すみませんね、これを一回こう小さくして、これは、表示して、これで再生で会場を見やすいということころですね。はい。よし、これ事務連絡ですね。Wi-Fi もありますよというところでここは大丈夫です。あと、今日これからお話しする内容を特に隠すことも全くないので、基本的には古橋が話したこと、あとおそらく渡辺先生も安住も、特に隠すことはないかなというふうに思いますので、このハッシュタグウクライナ2022ジオイットというハッシュタグで自由につぶやいていただいても全く問題ない形になります。はい。で、よいしょ。今、古田さんからも話があった通り、公開された情報をもとに、ウクライナなり、他のインシデントでもそうなんですが、公開された情報だけで今何が起きているのかということを、分析していくという、オシントという活動は、もう世界中いろんな形で行われている、これはおそらく今日メディアの方々がすごく多く参加されている中で、例えばミャンマーの出来事を NHK さんがかなり特集配られたりとかですね、もうメディアの方々でも日経さんも、ウクライナも含めて、かなり新聞なりウェブの方で、情報分析を情報発信するということで、かなり日本のメディアもこのオシントの活動は常にされているというふうに認識はしております。で、ただオープンソースインテリジェンスという言葉一つとっても、さまざまな情報の中でも、情報が多すぎるというところもあるので、このワークショップでは特に位置情報ジオイントという形でジオスペシャルインテリジェンスと
という形で地理空間情報をにターゲットを置いた形での、今回特にウクライナの状況で我々がどんなことをやってきていて、で、今回古田さんも含めてさまざまなメディアに関わる方々とどうコラボレーションしてきたのかをまずはインプットさせていただければと思います。でまあ、日本では我々も含めて他の方々ももちろんいるんですけども、それこそセーフキャストのアズビーもその一つアプローチ、まあ、少し違いますけれどもやってることは同じだと思っています。また位置情報でグローバルで見ていくと、例えば我々こうインターネットで見ているとやっぱライブユアマップだとかジオコンファームだとかこういった、ジオイントの活動を知っているいろんな人たちがいる中でも、あと個人の方もすごく活動されています。まあ、こういった方々と連携しながら、まあ組織として連携しているかというのも、まあ、勝手にやっているというところがあるんですけども、こういった情報をうまくこうチェックし合いながらですね、位置情報、ここでこういうことが起きているのかということをチェックしていくという形で、我々の方でもできる限りの情報を出していきたいなというふうに考えて、今まで取り組んできたところです。全てがうまくいっているわけでは全くなくて、やっぱりここまでしかできていないというのが正直なところなんですが、逆に言うと多分今日皆さんここの場に集まっていただいた方々とまたコラボすることによって、我々ができなかったことって多分皆さんの力をお借りすることによってきっとできるんじゃないかなとも思っておりますので、あえてまあ報道の方々と我々がどうコラボすることができるのかということに少しターゲットを置いて残り時間話をさせていただきます。でまあ、フラッシュの自己紹介はそういう意味で言うと、もう飛ばしながらですね、青学で、地球社会共生学部という学部で、こういうことを教えてますよということでは、特に地図学とか位置情報の使い方を学生たちに教えていますし、まあ一言で言うと僕は地図屋だと思ってまして、地図とか、まあ特にコンピューターで地図を作るということを専門にしているので、まあ、最近だとドローン飛ばしたりとかですね、ドローン飛ばしてすることによってどういう地図が作れるのかというと、今だと3次元の地図を作れるんですね。でこれ天狗のデータ作ったりとかですね、今だと国交省のプロジェクトプラトンだとかデジタルツイン、東京都も含めてさまざまな形でこういったプロジェクトのこうサポートをさせていただいているという形で、国交省、東京都、あと静岡県等々と一緒にいろんな形でコラボしております。で今日のテーマは、2月の24日、まさにそのウクライナに対してロシアが侵攻を始めた時に、まあ、この状況の中でいろんな報道の情報に触れていく時に自分が何ができるのかということを考えた時に、まあ、翌日、インターネットで僕が見つけたのが、まあ、プラネットという、まあ、衛星画像を提供するプロバイダーの一つですけども、ここのギャラリーのサイトにですね、こんなデータが公開されました。これが翌日です。2月の24日の時点でこの空港ではこういう被害があっているということが衛星画像で翌日に出てきたというのは僕はびっくりしたわけですね。でそれを見てみると時間軸でも比較できるようになっていて、でしかもですね、この衛星画像が今までだと、まあ、あんまりこの見るだけよといういわゆるオープンデータではなくて見て終わりっていうものだったんですけども、右下に見ていただくと分かる通りでクリエイティブコモンズライセンスで公開されてたんです。CC by NC なのでノンコマーシャルであればもうこれ勝手に自由に使えるってことを見て、あだったらこれをもうちょっと自分なりにこう、まあ、僕は大学で教えることを目的にどちらかというとやったんですけども、この画像をどうやって学生に説明しようかなと思ったら、プラネットでは持ってるはずの位置情報のメタデータが欠落してたんです。ウェブサイトに公開してた。でこれは多分ビジネス上お客さんには位置情報付きで提供してるけども無料で公開する場合には多分ビジネスのバッティングがするんだろうからきっと意図的に欠落させているんだと思うんですけども、我々はやっぱりこの衛星画像がどこなのかということを知りたいということが、やっぱり重要であるということなので、この単なる画像では困ると、これがどこなのか、このミカ、マイコライフちょっと読めないんですけどエアベースというこの空港がどこにあるのかということを我々知りたいと思ったので、これをジオリファレンスという形で僕らは割と Google Earth Pro をよく使うんですけども、 Google Earth の上に、この画像を配置してみて、これがどこなのか、どこで何が起きているのかということを、まあ、正確に伝える必要があるのかなというふうに思っています。でこれはまあ僕はメディアの立場ではないんですけども、やっぱりメディアの方々もきっとこういう情報必要だろうなと、まあ、勝手に想像して位置情報のない JPEG のデータに対して Google Earth の技術を組み合わせることによって、KML、まあ、もうちょっと細かく言うと技術的にはグランドオーバレーという技術を使っているんですけども、この技術を組み合わせると自分でもう一回位置合わせできますよ。でそれを KMZ というファイルにまとめてあげて再配布することで、CC by NC だと再配布可能なので、どうぞ自由に使ってくださいという形でこう Twitter にポロッてアップしたのが翌日の25日だったんですね。で、Google Earthを使っている人であればこれも自由にこの空港がどこにあって被害、ミサイルが当たってどういう被害があったのかということを自分で判断できますよと。
ということをツイートしたところですね、でその後そのデータにアクセスできるように GitHub のデータを公開しまして、まあこういうことをデータは誰かにきっと役に立つかなということを勝手に始めたプロジェクトです。で、そのデータをまあどん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 投稿していくとですね、まあほぼまあほぼほぼツイッターにアップロードした公開した瞬間にほぼほぼ、渡辺先生が僕のツイートを見てですね、じゃあこのデータ使えるよねっていうので、渡辺先生はセジウムという今度 Google Earth をインストールしていない人でも見れるようにウェブブラウザーでワンクリックで見れるような形で展開するねみたいな形に提供をしてくれたのがもう翌日の25日の時点で、もうまあある意味2人で勝手にコラボを始めたというところになります。で渡辺先生の紹介等々後でまたお話しされていくと思うので、つまり古橋はあくまで位置情報をつけたデータをただ再配布する、そのデータをもとに、じゃあもっとメディアの人が一般の人たちがこのデータにどうアクセスしやすくできるかということをうまくコラボしたのが渡辺先生という形で、まあ、2人でこんなことをこう一緒にやっているという形で、ある程度こう住み分けはしているんですけれども、公開されている、まあ、オープンソースとして、オープンに公開されている衛星画像を軸にしながら、正しい位置合わせをして、それをどんどん公開するという、こういった立ち位置で25日から、まあ、ほぼ毎日、お互いに朝、起きると大体データをチェックしながらですね、出て公開されたデータに対して位置情報を どちらかがつけては、それをいろんな形でこう GitHub とセジウムのプラットフォームに公開するということができました。でそうこうしているうちにですね、やっぱり僕らがやってることにこうキャッチアップしてくれるメディアの方々がすごく多くて、今日司会をしていただいている Google の古田さんも含めて、あとは最新部の小宮山さんも含めて、結構実は裏方で僕らの活動をサポートしてくれています。ですので僕らだけではなくて、実は裏側では非常にメディアの方々にも非常にお世話になっていますし、Google Earth のこの機能足りないんだよねってことを、まあ、逆に僕から古田さんに投げて、Google の社内に共有してもらったりとかですね、技術的にもいろんな形でサポートいただいております。ですので、僕らはオープンソースという活動の中で、我々のターゲットとしては位置情報、ね、特にまあ最初は衛星画像を中心にした各会社、マクサーであったり、センチネルであったり、NASA だったり、いろんなプロバイダーからのデータが提供されていますし、最近多いのはやはりスケッチファブ等々を含めてですね、3D モデルされた3次元データですね、こういったものが、かなり地元 そのウクライナであるとか、その周辺のサポートしている人たちからデータが公開されてくるのを我々が受け取ったり、もしくは、もう 3D データそのものを我々自身が作ったりもしています。これはドローンの映像とかですね、そういった映像をもとにフォトグラメトリーという技術を使うことによって、ある程度は我々でも 3D データを作れるということで、まあ、衛星画像とか 3D モデルというものをかき集めたり、足りないものを自分たちで作ったりということで、あくまで公開されているもの前提ですけれども、これ、マリウプルの、劇場で、劇場の正面と裏のところに子どもたちという詩を書いてあったという有名なところですけども、これもドローンの映像から古橋のチームが3次元で起こしたものになっていたりします。ですので、まあ、あくまで我々がやっていることは、世の中で公開されているものの中で欠落している位置情報を我々の手で付け直して、それをまた再配布する、それを受け取ってもらうという、そこの、まあ、流通をやる、その中での衛星画像、ドローン、3D モデル、あと360度パノラマですね、こういったデータをどう集約して、どううまく使ってもらうのかということを、チャレンジ、今でも続けていると。最近は割とスケッチハブでもこう有料で 3D モデル売られてる方もいるので、ある程度新式、これ多分完全に渡辺先生がプライベート、個人で買われてるんですけど、一部購入したりもしています。で、残り時間使って、じゃあどういうふうに我々位置情報を付け直しているのかということを簡単に説明をして、この具体的な作業は後半の、ハンズオンのところでも実際に体験していただければなというふうに思っています。で、基本的には我々 Google Earth をベースにしています。なんで Google Earth 使ってるのかっていうと、我々がライセンスを説明しやすいです。で、さっきの、プラネットはクリエイティブコマンズ使ってるんですけども、ほとんどマクサーとか他の衛星画像って実は、やっぱりオープンデータになっていないので、本来許諾が必要です。なので僕らはあくまで引用するか、もしくはフェアユースという考え方で使うかしかなくて、何か文句やれたらすぐ消せるように、もう心づもりしているところ。でしかも残念ながら日本国内での今の著作権法上はフェアユースという概念も認められていないので、あくまで海外に対、まあ、マクサーとか大体海外なのでフェアユースという言葉が通じるよねという形で、まあ、周りに迷惑かけてなければいいよね、
しかも Google の方も Google マップ Earth の利用規約のところでフェアユースだったらいいよって書いてある。なのでここの整合性を取るためにあくまでフェアユースという前提で、ただ細かいことを言うと日本の著作権法上は若干問題があるので、なのでまあ基本的にはツイッター等でこんなデータ作ったよって公開するときに必ずマクサだったらマクサに、とかプラネットだったらプラネットにちゃんとツイッターでメンション入れながらですね、何かあったらまあクレームが来るはずなので、クレームが来たらすぐ消せるようなスタンバイをしてるんですけど、今のところ2ヶ月以上やっていて1回もクレームないのと、逆にブラックスカイとかですね、衛星画像の会社からこのデータも使えって送ってもらったりって非常に心強いサポートをいただいているところです。でじゃあなんでジャーナリズムに地理空間情報って大事なのかっていうことを最後話をさせていただいて終わりにしたいと思います。で、これは批判するわけではないんですけど、現状をお伝えすると一般的なメディアは日本国内も海外もですね、地名伝えて終わりです。これでもいい方なんですけど、で地名伝えるだけっていうとどういう問題が起きるのかっていうと、これだけ情報が大量に出回ってる世界で、例えば2013年の10月に伊豆大島に土砂災害あったんですけども、メディアもどう伝えたのかっていうと、伊豆大島の大島町の元町で大規模な土砂災害があった以上だったんです。でこれその時実はその当日の日のうちに、僕らオープンスレッドマップという地図のプラットフォームで土砂災害があったエリアもちゃんと地図に反映させてたんです。でもこれ見ていただくと分かるんですけど、元町の中心部のちょうど南側のエリアだけがダメージがあったんです。中心部全然大丈夫だったんです。なので中心部は大丈夫だったにもかかわらず、報道は全域ダメだっていう報道になったんです。でなのですごく地元の方がギャップを持ってたんですね。で具体的に言うと、ここに海の精っていう工場があって、塩の精製工場があったんですけど、ここもギリギリ土砂がかすめて、工場が無事だったんですけども、やっぱり取引先からもう報道を見てもうダメだよね、取引中止って言われたそうです。でじゃあうちの工場無事だってことをどう伝えたらいいんだっていうふうに言ったときに、たまたま僕らが作った地図に出会って、まあ、僕らの地図をエビデンスにして、うちが無事だから引き続き契約してくださいという形で、まあ、ある意味経済がストップしなかったっていうことで、もうこれ半年後ぐらいに僕この海の精の社長さんを人伝えにありがとうっていうふうに伝わったっていうことで、僕らはこういったこう正確に位置情報を伝えることによって実は防げるダメージでもかなりあるんじゃないかなというふうに実感しているところです。なので、もちろんもう社会説法なので、こういう 5W1H の情報大事だよねってことは皆さん当然分かられているんですけども、結構このウェアの部分がすごく何でしょう、メディアの中であんまり重視されていないなというところは、これ国内外問わず感じているところです。まあ、具体的な事例を挙げると、まあ、これ CNN が衛星画像を使って、これマリウポリの北東です以上なんです、記事として。でマリウポリの北東ってどこなのっていうのを僕ら知りたいんですけど、それがマリウポリの中心から何キロ離れてるのかとかですね、じゃあそこの北東の中で幹線道路どう通ってるのか知りたいわけですけども、そういったところも全く分かんないままの公開だとやっぱり分からない。でも僕ら位置情報を与え直すことによって、この場所を特定すれば、ここの場所はここですよっていうことを見つけられます。そうすると中心部の北東、確かに北東なんだけど、結構畑の中であったり幹線道路からちょっとずれてたりとか、こういうことが分かるわけです。ですのでこういう情報をどうやって伝えたらいいのかっていうことが、やはりこれからのオシントジョイントの中で非常に重要になってくるんじゃないかなということで、あとは、我々からインプットできるところとしては、なので、これマクサーさんはマクサーの衛星画像をメディアの方に伝えるときには、メタデータとして緯度経中心の緯度経度の数字は書いて皆さんに共有されているはずなんですけども、メディアの方々、海外国内外問わずメディアの方々がこれを、メディアに載せると、その緯度経度の情報は大体欠落しています。でそれ残してくれるだけでもすごく僕らがその正確に情報が伝えられるので、ぜひ緯度経度も添えてほしいと思ってます。でオシントジオイントのコミュニティ本当に今ネットワーク広がってて、僕らがツイッターでワイワイやってると海外の人たちがこの画像ここだよって緯度経度で教えてくれるんです。なので僕らも自力でやってるわけではなくて、いろんな人たちとネットワーク組みながらも、多分ここだよねここだよねってことを教え合いながら、やっぱり位置情報を再定義しているというところがあるので、ここをぜひメディアの方々と一緒にコラボできるところなんじゃないかなというふうに思っています。本当に中心の緯度経度をこうやって書いてもらうだけでも推定の仕方は全然変わってきます、ね、Google とか Ops マップとかでもこれペタッと貼るともピン立ちます。なのでこの時に細かなところですけども、度分秒を使わないで、ね、全部受信経度 の, そのディグリーだけで使ってねとかですね、あと細かなところで
地球の緯度の定義っていくつかあるので、まあ、ほとんど GPS で使う、この WGS84 使ってねとか、まあ、この辺は今日の資料は後で公開しますので、目を通していただければと思います。日本だと20年前の測量法改正に合わせて、緯度経度の定義変わってますので、20年前の緯度経度を使うと400メートルずれちゃうとかっていうこともちょっと気にしていただければと思います。あと2つ目ですね、適切なデータ形式というところでは、我々 Google の Earth に展開できる KML とか、それをコンパクトにジップ圧縮した KMZ を使っていますし、あと GeoJSON とか XYZ タイルとかですね、全てを理解する必要はないんですけども、やっぱり緯度経度をちゃんとつけるという癖がついてきた次のステップは、ぜひまず Google Earth を使いこなしていただくだけでも、この GeoInt の情報の受け取り方変わってきますので、このあたりぜひ意識していただくといいんじゃないかなと、ここはあくまでキーワードのみにさせていただきます。あ、1個飛ばしちゃった。はい。で、あとですね、パーマリンク URL、これも僕らすごく大事にしています。なるべく流れてくる情報が、すぐインターネット上の情報ってリンク切れを起こしちゃうんです。で、なるべくこのリンク切れを起こさないようにするってことをすごく意識する必要があって、ツイッターのリンク一つ取っても、やっぱりリンク切れを起こさないリンクを正しく受け取って、正しく位置情報と時間情報を組み合わせていくという形で、まあ、こういったことがきちんとできることによって、僕らは、様々な情報を時間と位置 の軸を取って比較することができるようになってきます。なので、ブチャであればブチャ、マリウポリであればマリウポリの場所に情報を集約して、その中でじゃあ1週間前どうだったのか、今週どうだったのかということで時間軸との比較ができていきます。これは実際に、マリウポリ の集団墓地として拡張されていく部分が毎日、まあ、ほぼ毎日観測されていて、その状況をチェックすると、マクサーからの衛星画像、プラネットからの衛星画像でも同じように撮れるとか、いつ頃からこれが作られたのか、こういったことを時間軸で解析していく、その前段階でやっぱり位置情報を正しく合わせないと、全く異なるデータソースを組み合わせていくことって難しいんじゃないかなと思っています。で、最後まとめになりますが、4月の末に実はこういった活動をしている中で、ミラノ工科大学からちょっとオンラインで特別授業やってということでやったんですけども、この時に学生から質問がありました。本当に衛星画像だけで真偽判定できるのか、まあ、これは、僕らジオイントという活動でやってはいるんですけども、真偽判定とかそれがフェイクなのかどうかって判定は、基本的にはしていないです。で、ただ我々が再配布するものを使ってぜひ皆さんにしていただきたいと思っていますし、やっぱり衛星画像だけでは難しいというふうに思っています。ですので、複数の情報源、これは、プロバイダー、衛星画像のプロバイダーも複数ある方がいいですし、もちろんドローンの画像だとか、地上からのデータだとか、もしくは、パノラマのデータ、3次元のデータ、さまざまなデータをこう複数組み合わせることによって、やはりその判断、材料、より正確性の増すデータになっていくかなというふうに思っていますので、我々としては今、3D も含めて、衛星画像だけではないデータもかき集めていますけれども、こういったこう多様なデータを組み合わせることによって、このジオイントの活動の中から、おそらくそのデータの信頼性、正確性というものがより導き出せるのではないかなというふうに思っているところです。はい、わっと喋っていきましたが、古橋からまずインプットとしては以上になります。ありがとうございます。僕、そのお二人がツイッターで先ほど見せていただいたやり取り、あれを見てすぐお二人に連絡を取ったんですよね。以前から僕、朝日新聞の記者時代からお二人の活動のことは知っていたので、すごいことが始まったなと思って、ここでなんていうか圧倒されたんですよね。このスピード感でこれだけ詳細な衛星画像が出てきて、 でもしかもその衛星画像ってここにあったところです。メタデータがないから、なんとなくここら辺っていう情報は載ってるけど、わからないんですよね。だから、もちろんそれを衛星画像を買っている新聞社の方々はメタデータで細かい地形を見てるけれども、僕も新聞記者をやってたので感覚的にわかるんですけど、それをいちいち載せないですよね。なんとなくまさにそのマリウポリの北東みたいな感じで載せてしまう。でも、これだけ情報があふれかえている、しかも信頼性の低い情報を拡散している中で、パッと一つの画像だけを、これがマリウポリの北東だよって見せられても、ユーザーは困惑する材料になりかねない。で、それをああいうふうにセシウムに落とし込んで見せるっていうですね、一つの、コンテクストを与えるっていうことを、このスピード感でやれるんだなと。で、これも最後に書いてあった、いや確かに衛星画像だけで真偽判定はできないけれども、真偽判定をするための多様な要素の一つ
ものすごく強力なものになりうる。だから例えばそのマリウポリのどこそこあたりが攻撃をされているっていうふうな情報がどこかのメディアから入ってきたときに、あれじゃああのセシウム上で見たら今お二人がどんどん乗員として重ね合わせているところで、じゃあその場所を一回ちょっと見てみようとかですね、自分で何かをその検証するための情報の一つにできるっていうことは本当にすごい時代になってきているなというふうに感じました。ありがとうございます。あとすごく意識しているのが、そのさっきのパーマリンクっていう考え方で、やっぱりツイッターとか SNS って情報がすごくフローになって流れてどっか、まあ、どっか行っちゃうわけじゃないんですけども、特にツイッターなんかしばらくすると検索もしにくくなったりする。でそこをやっぱり一つのテーマにもしくは一つの地域に合わせて、きちんと集約して後でちゃんと見返せるようにするっていうところの中で、どうやってねアーカイブするのが一番いいのかなと思った時に、やっぱり GitHub の存在がすごく大きいなと。でとりあえずあそこに入れておけば、まあ、データがそう簡単には消えないだろうというところで、そこのあたりは後々、まあ、そういったデータがまた役に立つタイミングが来るのかなとも一方で思っています。ありがとうございます。こういうふうにその情報をどこかにストックして、でみんなが利活用が可能な形でストックしておくというのも、なかなかこれまでのメディアで弱かったところの一つだと思います。でやっぱそこのところにも大きなヒントを与えてくれたのではないのかなと思います。ありがとうございます。それでは引き続き今度は渡辺さんの方にマイクをお呼びしたいと思います。はい、こっちの声聞こえてますでしょうか。綺麗に聞こえてます。はい、じゃあ、まあ、自己紹介からで、僕はもともとはですね、今画面に映っているような、これは広島をテーマにした広島アーカイブというプロジェクトですけれども、まあ、太平洋戦争の時代の、証言や写真などを、まあ、今回使っているシステムと同じですが、セジウムというオープンソース版 Google Earth とでも言うべきプラットフォームですね、その上に載せて発信するっていうプロジェクトですとか、あるいは今日多くの方がメディアの方ですけれども、同じようにこう新聞社にたくさんの資料がストックされているわけですよね。でそれらを活用してビジュアライズをするっていうようなプロジェクトを進めてきました。代表例としては岩手日報さんとコラボレーションして新聞協会賞をいただいた震災犠牲者の行動記録っていうプロジェクトがあったり、沖縄タイムズさんや朝日新聞さんとのコラボをしてきました。でもおそらく皆さんが僕のことをよく知っているとしたら、むしろこっちの方だったのかもしれなくて、今日77年前の今日名古屋大空襲だったんですが、まあ、当時の写真を、カラー化してツイートするっていう活動を、4年ぐらい続けてきて、記憶の回答という活動ですね。で昨日BS 時のプライムニュースでウクライナの話をしたんですが、あれ渡辺さんって実はこの本の著者だったのみたいな逆の気づきがある方が多かったらしくて、まあ世の中面白いもんだなというふうに思っているところです。では、マップの方をちょっとお話ししていきます。でこれ先ほど古橋先生がお話になったように、まあ、我々でこう手分けしながら位置情報をつけていったさまざまなデータを、ウェブブラウザで見れる状態にして公開しているというものですね。でこれが最新の画像です。5月の12日アゾフスタリ製鉄工場だったり、マリウポリのこれよく皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、子どもたちっていうふうに前に書いてあった教会ですね、そこの周りで今ロシア軍による掘削が進んでいるっていう画像であったり、あるいは、これはあまりメディアで報道されてないようですけれども、オデーサで空港の近くのビルが破壊されている画像だったりします。でこんなふうにこう速報的なデータを伝えるってことももちろん大事なんですが、一つこの活動から分かったことをちょっとご紹介しておくと、モスクワですね、ロシア軍の巡洋艦最強って言われてた船が、まあっさり沈んじゃいました。これ元気な頃の写真です。4月7日ですね、モスクワ建材セバストーポリの港にいる時の様子で、このあと撃沈されてしまうんですけれども、位置関係を見ておいていただきたいんですね。今いたのはここです、右下セバストーポリで、ここがオデーサです。まあ、いわばまあここが母港ですよね。で沈んだんですが、その前後天候が悪かったんです。あとはオデーサの南で沈んだっていう報道はされていたんだけど、どこかわからなかった。
そこで、僕の方で衛星画像会社のデータではなく、センチネルハブというですね、ヨーロッパ宇宙機構が日々撮影した衛星画像を公開しているサービスがあるんです。それまたオープンデータですね。その上で探していったら、沈没の前日のモスクワが映ってたんですね。これ僕がまあオタクよろしくこの上をどん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 こう爽快していってあっって感じで見つけたものですね。で、船のシルエットが、まずモスクワと一致しているこういう形ですよね。で、長さを測ってみるとモスクワと同じ長さなんですね。で、この付近の海域に同じ大きさの船は他にいなかったのでモスクワであろうと思われます。で、ここまでは肉眼で見る光で、地上が見通せているときに撮影された画像、可視光線で捉えられたモスクワの姿です。で、沈没した日は厚い雲が覆っていて、一切の衛星画像が得られていませんでした。そこで代わりに使ったのが合成開口レーダーの画像です。合成開口レーダーっていうのは電波を使って地上あるいは海面で出っ張っているものを検出できるんですね。で、ここにやっぱりモスクワと同じ長さのものが浮かんでいる。あと先ほどの場所から測ってみるとまあさほど離れてないわけですよね。約10キロです。ものすごく、モスクワである可能性が高い。で、左上のこの画像を見ていただくと傾いたモスクワの写真、これはロシア側から出てきた写真でおそらくは本物なんですが、モスクワを撮ってる船がいますね、手前に。ここにちゃんと写ってるわけです。なので、今皆様にお見せしたものは3種類のデータを組み合わせていますよね。まず、これはマクサーテクノロジーズが、まあ、いつも通り配信してくる詳細な衛星画像。ただし、沈没の前日、沈没の当日は衛星画像会社は写真を撮っていませんでした。もしくは撮ってたけど写っていなかった。そこで公的機関、ヨーロッパ宇宙機構の画像、ともう一つ、可視光線では見えない地上の出っ張りを検出する合成開口レーダーの画像、この3つを組み合わせることによってモスクワが沈むまでの位置関係を確かめることができたわけです。まあ、もちろん全て直接的ではなくて状況証拠に近いんですけれども、先ほど古谷先生のレクチャーにあったように多様なデータを組み合わせるということの意味がこれでよくわかると思います。で、もう一つよく使うのがこちらです。NASA のファイヤーマップというシステムですね。この赤い点は地上で熱が観察された場所を示しています。で、下にタイムスケールがあるんですけれども、5月の13日、昨日までの1週間にウクライナの東部で検出された火災の様子を表している。もちろん火災なので、普通の火事のこともあるんですよね。でもこれ例えば1年前に戻してみると1年前はですね、ごめんなさい、ほとんど火災はない頃なんですね。この辺りっていうのは、これが1年前です。全く火事がない、まあ、もともとこういう田園地帯ですから火災が起きようがないわけです。で、1年経って2022年の1週間にしてみるとものすごい数の火災が起きている。だから火災だからといって戦争で起きたものとは限らないんですけれども、ずっと過去から蓄積されたデータを比較することによってこれがウクライナ侵攻によって起きた火災であろうということが分かるわけです。で、東部が攻められ始めたのはいつ頃か、4月の20日まではほとんどここでは火災が起きてないんですね。このあとタイムスケールをずらしていくと徐々に徐々に火災がひどくなっていき、今まさに一番燃え盛っている時期だみたいなことを見て取ることができます。で、こうしたオープンデータのものはすべてここのスクリーンショットっていうところでダウンロードして、後から位置情報を付加することもできますし、もう一つ使っているこちらが先ほどのヨーロッパ宇宙機構のデータですね。これはもっと地上レベルに近づいたこのハイブリッド画像というかマルチスペクトル画像を取得できるんですけれども、驚くなかれここウェブ上でプログラミングもできてしまいます。だから今使っているのは
さまざまな衛星のこう波長で捉えた映像を、こちらが指定したバランスでミックスして表示している画像になります。で、こうしたデータはすべて、こちらはですね、なんと位置情報付きのデータをダウンロードすることができるという仕様になっていたりします。なので、僕らが展開しているこのデジタルマップには、複数のソースが組み合わされて、それぞれ相互参照しながら、戦況の推移を得るようになっているというふうに思っていただくといいと思います。で、この並びは常にアップデートを続けているので、日に日に語られるストーリーは変わっていくわけですよね。で、今お見せしているのは、あくまでこのストーリーテリングを、キュレーションしている僕自身が紡いだお話なんですけれども、さっき話したように、すべてのデータは GitHub 上でダウンロードできるようになっているわけです。なので、こちらから任意のデータをダウンロードして、でそれぞれのつながりであったり、読み取れることをもとに、それぞれの方が、あるいはメディアがストーリーを紡いでいけるっていう仕立てにしてあります。で、今までお話ししてきたデータは、上空から見た、いわば神の目線で見たデータの話だったんですが、もう一つ大事なデータが我々の方のプロジェクトには含まれています。それが 3D のデータですね。で、例えばこれ。皆さん覚えてらっしゃいますかね。侵攻が始まってすぐの頃に、キーウで、ミサイルが撃ち込まれた高層マンションがありました。そこの 3D データです。角度を変えてみると、これ、驚きな精細度なんですけれども、室内にまだ家具が見えてますよね。で、こういうデータは、2つの意味で大事で、1つは、やっぱり上空から見ている状態だと、人ごとに見えてしまうんですよね。いくらこう遠ざかれば日本があると言っても、やっぱり遠く離れたウクライナ地で、上空から見ているので、平面的な印象がやっぱり拭えない。ああ、そうなんだと。ここで軍艦が映っているけれども、映っているんだなって感覚しかならないんです。でも、3D にすると、その中に入っていくことができますよね。実際に起きている出来事なんだっていう実感を増すことができる。そしてもう一つは、こんなデータを捏造するのは大変なはずです。この短時間に。ゴジラの映画じゃないんだから、こうした高精細な 3D モデルをわざわざフェイクを語るために作るわけがないんですよね。なので、間違いなく現実に起きている出来事なんだっていうことを表現するために、この 3D データは大変有用です。今お見せしているのは、キーウの、破壊された集合住宅のデータですが、すべて室内に至るまで、あるいは骨組みに至るまで、高精細で取得されていますね。で、これらは現地でドローンで撮影された映像をもとに、ウクライナだったり、あるいはこうドイツの方もいたりしますけれども、世界中のクリエイターがスケッチファブというウェブサイトに日に日にアップしているものなんですね。こういう 3D のデータを共有するコミュニティがあるんです。で、ここでもうすでに結構仲のいいクリエイターがいっぱい生まれてきまして、このリバンシエルさんっていう人はレバノンの人なんですけれど、なぜレバノンでやってるのかっていうのは不思議なんですよね。で、僕自身がいつも、素晴らしいと。で、私は緯度経度を特定してマップに載せましたよっていうふうに書くと、親指を立ててくれたりみたいな、こうつながりができているわけです。ウクライナの方々は、まあ、ある意味では自分の身の危険を感じながら、こうしたデータを集めて、ご自身で 3D にして公開している人もいたりするわけですね。これは破壊された世界一大きい飛行機の 3D モデルです。この方はレバノンで作っているので、ご自身に危険が及ぶことはないんですけれども、このデータベースを皆さん探していただくとですね、ウクライナの現地で懸命に作っている方がいるということに気づかれると思います。で、ちょっと一つ、そうしたデータの中で思い出深いものをご紹介すると、ボロジャンカの破壊されたビルですね。で、これはマックス・レビンさんというウクライナ人の、まあ、フォトグラファー、ドローンジャーナリストでもあるんですが、3月の早い段階でドローンで撮影した映像をもとに、ドイツの、シメオンさんという方が 3D 化したものです。これ、窓を見るとまだ燃えてるんですよね。
だ本当にこう危険な状況でドローンで決死の思いで、撮影したデータがあったからこそこういう 3D データを得られたんですけれども、このマックス・レビンさん亡くなっちゃったんですね。4月の2日に亡くなりました。あのお子さんが4人いたという報道がされています。命がけだったわけですよね。やっぱりこう衛星画像は機械が撮ったものです、まあ、もちろんそれを命がけで処理して世界中に発信している方がいるのは確かなんですが、現地で 3D のデータを作成している人、あるいはドローン映像を撮っている人は自分自身の命をかけて撮っていますよね。それはあの今日いらしている皆さんと一緒で、ジャーナリストゆえの魂だと思います。やっぱりそういう人たちの思いがこもったデータだっていうふうに捉えることができるわけです。衛星画像と、これはまあビジネスベースで配信されている、衛星画像企業のデータ、あるいは公的機関が本当にフラットな視点で毎日毎日自動的に公開しているデータ、そして欠かせないのが今お見せしているようなこういう現地の人々の、まあ、魂がこもったデータ、これらが組み合わさってストーリーを成していくわけですね。で、活動があの僕も古橋さんも思わなかったような形で展開していて、先日はですね、これあのウクライナプラウダというウクライナの地元紙なんですけれども、そこで記事になったりしています。で、これあのコピーエラーが起きていて、あの面白いなと思ったんですが、もともとはテレグラムという、まあ、現地の人がよく使う SNS ですね、そこにウクライナの、知事さん、ルガンスク州の知事さんがこんなマップがあるよっていうふうに紹介したことから記事になったみたいなんですけど、これ記事読んでみると、ルガンスク州の知事が、日本の研究者にお願いをしてマップを作ってくれたみたいな、なんかちょっとあの誤解が入った記事になっていたりします。まあ、なかなか味わい深いんですけれども、でもあの地元の方に届いたっていうところが本当にこう心強い、すごく嬉しいエピソードです。でもう一つ、これあのニューヨークタイムズですね。で、なんかニューヨークタイムズの記事を見ていたら突然僕のツイートが引用されている。何の断りも何の取材もなく、まあ当然ツイッターの利用規約に沿えば別に断る必要ないんですけれども、ちょっと一言ぐらい言ってくれよっていう気がしますよね。でも、まあ、古谷先生たちと続けてきたオシント、あのジオイントの活動がニューヨークタイムズだったり、あるいはウクライナのメディアだったり、そうした世界的な人々にこう届く活動になったんだっていうことがこれで実感できて、とても嬉しい日々を過ごしています。まあ、今朝も皆さんとお会いする直前までデータをコツ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 またまとめてジオリファレンスをしていたところなんですけれども、今後もし皆さんの中であのこの活動に参加してくださる方が出てくると、あの僕や古橋さんももうちょっとゆっくり寝られるようになるなというふうに思っている次第です。ではこれでプレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。高田さん、ありがとうございます。この後あのアンディさんもあるので、ちょっと僕の方から一つだけ質問があるんですけれども、その、まあ、渡辺さんはもうこれまでにもたくさんいろんなメディアの方々と協力したコラボをしたあのコンテンツを発信されてきました。今回の件もですね、いろんな、報道という形で番組で取り上げるという形ではあのすごく広まっているなと思うんですけれども、まあ、こういった活動、今最後にその一緒にやってもらえればというふうな話がありましたけれども、どういう形で一緒に活動することができるでしょう。あの例えば僕、まあ、最近よくテレビから取材を受けて、あのここについて解説してくれって言われることがあるんですよね。でもそれは僕にとっては嬉しい、こうある意味コラボで、あのデータを揃えてそこから何かしらの知見を得るっていうトレーニング我々積んでるんですよね。でメディアの方々は今どこがおそらく世界中の人々に求められている情報で、でそこについてどんな切り口で解説をしてほしいのかっていう視点を持っているわけです。なのでそうしたこうニーズと、まあ、我々がそれに対するソリューションを持っているとしたら、こう一緒にやることでより人々に伝わりやすいコンテンツを迅速に作れるようにも思いますよね。でその役割は実はあの技術を学べば相互流通ができる。僕らもあのメディアの方々からそうしたどういう情報が求められているのかということを学ぶことができますし、メディアの方々も我々からこう技術を学ぶことができると、よりこうボトムアップで
世界中の人々にこう正しい情報を効果的に届けるようなそういう活動が展開されるように思います。ありがとうございます。この点については後ほど質疑の時間でもまた深めていきたいなと思うんですけれども、じゃあ3人目、今度は政府キャストのアズビブラウンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと画面共有します。はい、見えますか皆さん。はい、見えます。はい、じゃあ最初のスライド、これが、War and Piecemeal Data というタイトルにしてるんですけども、実はこれがブログポストでしたんですね。これが、3月15日、ピースミール、これが、トルストイの War and Peace、世界と戦争、なんですか、戦争と平和というやつで、ちょっとダジャレなんですけど、ピースミールデータというのはもう非常にこれの戦争によるその放射線関係のデータとかチェノブルのデータとか非常にパーシャルデータしかないんですね。不完全なデータの場合はどうすればいいということなんですかね。でもちろんこのウクライナ戦争がなった時にはなりそうと思った人がいっぱいいて、実は最初からもしかしたらチェルノブルの方に占領するということももう分かったんですね。でもロシア兵がベラルーシにいっぱいいて、もうキエフという目標だったらもうおそらくチェルノブルエクスクルージョンゾーンとかそういう港南区域、ロシア兵が本当にチェルノブイリの方の原子力とかそのエクスクルージョンゾーンに入りましたと。で何人どうやってやったかはっきり情報出ないんですよ。これがロシア兵で、肩の方には彼が測定器があるんですからね。やっぱりもしかしたらちょっとそういうトレーニングの兵隊さんでしたかもしれないですね。でどうなりましたでしょうかと。で結構すぐニュースは出たんですね。これが実はウクライナの政府の方なんですから、これが下の地図が国のそのエクスクルージョンゾーンの管理しているエコセンターという組織の地図なんですけど、これがこの放射線モニタリングシステムではいきなりデータレベルが上がっちゃった、急に上がっちゃったスパイクという。でこれがいくつかのところで、この地図では赤い点がそういうなりました場所ですね。それで実はこのツイートに出てないけど、すぐシステムがオフラインになったと。それで世界中でみんながどうなっているどうなっているか、レディエーションスパイクになったんですかって、システムオフラインでどういうことですかって、そうもしかしたらそのサーコファグスというか本当にその崩壊されているチェノブイリの原子力の中で今でも工夫しているとかコントロールしているところ、それでも破裂してるじゃないですかと、危ないじゃないですか、どういうデンジャーとか、もうメディアからも一般人たちたくさんたくさんの質問が来ましたんですね。でどうやって分かればいいかと、多分ご存知の方が多いんですけれども、こういう地図で、チェノブイリという街あるんです。原子力は近くに作って、プリピアという町、もうゴスタウンなんですけど、ありますし、その発電所、そのすぐの隣で、プリピア側で、もっと右の下の方にはキーフ、だから車で1時間ぐらいの距離で、結構広い場所なんですね。実はその、私たち前から、知り合いいるし、自分、私個人で行ったことないんですけど、なんとなくシステムのこと分かりますから、このアスクロという、オートメイティッド・ラディエーション・モニタリング・システムがありますから、こういう、小さな小屋で、70箇所ぐらいにあるんですよ。結構非常に、よくできている、レベルが高いセンサーシステムで、データが、無線でデータで、データセンターに送ってやるシステムなんですけど、普通は大体1時間1回で何かの上がるともっと速いフリクエンシーで送りますけど、でこういうシステムなんですけどどうなったんでしょうねと。で後でこれがオリナ・パレニュークという、チェノブの研究者からのスライド、最近のプレゼンテーションのスライドで、こういう場所にセンサーありますけど、でどれくらい上がっちゃったかと、そのデータが分かりましたんですよ。実はその当時に分からないんですよ。なぜかというと、システムがオフラインで、こういうチェルノブイリあたりとか、ウクライナの放射線データがどこにあるかということが探さなければならないですね。あとはもうチェルノブイリのエクスクルージョンゾーンが結構広いですよ。ほとんど、エコロジー的なバイオスフィアのところとか、発電所の今の作業している場所とか、人を配置いけないレッドフォレスト、赤い森というところもありますし、で、情報が今はリアルタイムのデータが出てないということなんですね。で、セーフキャストが、ご存知の方がいると思うんですけれども、3.11 の後にできたんですね。最初に
日本の放射線データ、特に福島のデータが集めないとダメだというふうに考えて、世界的なグローバルなプロジェクトになりましても、実は120カ国以上からのデータありますよ。ヨーロッパにはデータが多いですよ。このデータがほとんどモバイルデータ、GPS システム、私たち自分で開発したハードウェアシステム、B 外儀というもので、これ B 外儀ナノというキットで売ったもので、GPS とかデータローギングがあるんですよ。これが車につけて、あるいはカバンに入れて移動しながら自動にマッピング作るんですね。それで私たちのデータベースありますし、みんなアップできます。それがパブリックドメインに誰でもこのデータ入れるんですね。実は私たちもリアルタイムデータシステムあるんですよ。これが福島第一の周りのリアルタイムデータ、もう7箇所ぐらい、実は福島全体で17箇所ぐらいにリアルタイムセンサーあるんですよ。つまりこれ動かないんですよ。ずっとデータ流れてるんですね。データがすべてオープンです。私たち、本当にオープンデータの必要性が、もうみんなの分かってほしいんで、ハードウェアのデザインもデータベースもデータ全部オープン、誰でも使えるんですよ。そのライセンスも何もいらないんですね。で、ウクライナのデータが前からあるんですよ。これが政府キャスのマッピングデータ、最近のスクリーンショットなんですけど、ほとんどのデータが一番新しいデータは去年ぐらいからですね。最近のデータはなかったんですよ。そしてそういうリアルタイムデータセンサーはないですよ。だからチェルノービルの方の政府キャスのデータはこういう感じ。結構私たち最初に、じゃあこの戦争とか終わって、またみんながチェルノービルとか研究者が入るようになってたら、じゃあ比較できるんですよ。前と今、前と後で価値があると思いますけどね。このデータほとんど、まあジャーナリスト研究者ために、チューリストでもね、観光もになったんですよ。チェルノービルの方はね、戦争の前。だからそういうデータが結構ありますけどね。今回はあまり役に立ってないんですね。それで探さなければならない。どこにあるかと。で、実はこれが EU のシステム、REMAP というマップ、Real Time Data System で、ヨーロッパのすべての国のデータあるんですよ。だいたいそれぞれの国のセンサーシステムのデータがここにアグリゲーションして、実はもうタイムベースでも見えるし、変化見えるし、ウクライナにはセンサーが結構100箇所ぐらいにあるんですよ。これがずっと流れてたんですよ。今でも動いていますが、でも非常に必要な場所になかなかなかったんですね。で、Save EcoBot という組織が派遣しましたと。で、Save EcoBot というのは、まあ、ウクライナの NPO、実は Save Dnipro というエコロジー、まあ、環境の NPO のプロジェクトですね。彼らは最初に Air Quality、PM2.5 とかそういうデータシステムが、アグリゲーションして、レイヤーがあるマップにしてるんですけど、1年前ぐらいから彼らは、じゃあ放射線もやりましょうと。ほとんど政府からのデータ取って、研究所からのデータ取って、この上の真ん中の上のちょっとオレンジっぽいところが、これがチェノーベルのエクスクルージョンゾーンですね。センサーがあったんですよ。ある時に、この国のデータベースがオフラインだったのに、この NPO がデータが持ってたんです。で、大事だった。やっと見える。これは、その、2月の面で、25日が一番右の方で、急に上がっちゃった。そして私たち見て、どこで上がっちゃったか、いくつかの箇所で上がっちゃったか。で、見てたら、じゃあこれが不思議ですよ。パターンがあまりないんでしょ。上がったところあるし、上がってないところあるんで、どうなりましたでしょうか。私たちが実はこの人たちに連絡して、じゃあ、まあ、コミュニケーション始まったんでしょう。だから、他の研究者もいろいろ話して、エクスパートとか、もう多分みんな知ってると思うんですけど、世界中でみんなチャットルームに入ったり、もうすごいディスカッションになってるから、どう思いますかって、おそらく、ロシア軍の、車とか戦車とか動きながら、その放射生物に入っているほっこりとかもがっちゃって、そこにセンサーになったんじゃないかという一番大きな案があったんですね。で、私たちがこういう Twitter でデータ出したりしてて、実は、まあ、インパクト見えたんですよ。これが、そのインプレッションが、まあ、30万以上、今、まあ、40万に近くなってるんですけど、まあ、100万じゃないんですよ。そのレベルじゃないけど、でも私たちにとっては、じゃあインパクトあるみんな見てるっていうことが分かったんですね。それとりあえずその理由はおそらくその戦車とかからの誇りじゃないか。でもよく分からない、データ足りないんですね。
それで実はこれは多分古橋先生探してくれたプラネットの衛星データで、私これも見て、じゃあ車どこにあるかどこにどうしたか実はよく分からなかったんですよ。大事な情報が車とか何台とか何人とかどこにとかそれも分からないから、その誇りのハイポーテシスがあり得るかないか分からない。ちょっとね、1週間ぐらい数日間経っていくつかのセンサーまたオンラインになった。またこれセイリーイコボットのウェブサイトで、また国のデータベースがオフラインだからここで見えて、不思議に戻ったんですね、レベルに戻った。だからいや、まあどういうことになっても一瞬だけだったと。で本当に他の可能性あるかもしれない。なんかラジオからレーダーからのインターフェレンスとか、何かのデジタルか電磁的なグリッチとかあるかもしれないけど、よくわからない。でこのデータ情報収集のプロセスの中にいろいろな専門家から情報を教えてくれて、例えばあるアメリカの研究者で、実はこのチェルノービルの発電所のセンサーシステムありますよ、この7箇所のデータ。で私がそれでエコボットに教えて、エコボットはすぐ自分のシステムに入れたとかね。でこういう、まあ、ヒューマンコンタクトとかトラスティッドネットワークということ非常に大事ですよ。もう誰かに聞けば教えてくれる、信用できるんですね。で問題はずっとチェノーベル今でもオフラインですね。ではまあデータはアウトデイト、だからどういうふうにリアリティが変わるかと。そう結局に4月3日でロシア軍がチェノーブラタリカリ引き上げて、ウクライナ軍が戻って、少しずつ研究者とかスタッフが戻って、まあご存知と思いますけれども、そのチェノーベルのスタッフとか、あとはザポリージャという発電所のスタッフはもう6週間ぐらい休みなしでずっと奴隷のように働かせて、あとはロシア兵も100ウクライナ兵は100人ぐらいはもう捕虜になっててロシアに連れて行ったんですよね。だけどとにかく入ってて情報を見て、まあ実はこれがチェノーベルのエコセントルのモニタリングシステムのサーバー盗まれたんですね。だから今どうやってやるかって、もうそれが戻すのは難しい。あとは実はデータバックアップであったのかと聞いたら、実はなさそう。本当にクラウドバックアップでやってなかったんですよ。こういう兵隊が入って戦争になるとか考えられないんですよ。じゃあもう一つの関係ある話で、そのロシア兵が入ったすぐ後にはチェノービルのエクスクルージョンゾーンでは火事になっているということが話聞いてて、実はよくある話だけど、そのモニタリングポストがあるからいつもがまあチェックできるけど、今回はオフラインだからどうなっているか。私が実はウェブカメラ探してて、これがプリピアってあった、時にライブだったウェブカメラ見つけて、いくつか見つけて、ここではあまり何も見えないけど、でもこういうところではちょっと煙が見えると。でこういう情報を交換してあるけど見えるけど、でもデータがないからどうすればいいでしょう。で先ほど渡辺先生が話してた NASA の FIRMS のカジノマップがあるから、これずっと後のものだけど、それが結構役に立ったんですね。どこでやるか見えるか、実はほとんどの専門家がじゃあこれいつもあるところだから特に何も問題ないけど、でもこれが3月の28日頃には結構発電所の近くにあると、大きな火災と火事どうなっているかと。それでもう実はこれも古橋先生先に、まあ、センテナルハブからなんですけど、古橋先生送ってくれて、いやこういうところに結構大きいやつあるんですね、これがずっと見ないとダメだとか、これが別の意味ありましたと。この時によく分からなかったけど、ロシア兵が引き上げた後には実はルーマーが話があったけど、彼らは穴掘って防空壕みたいとかシェルター作って、考えられなかったでしょ。赤いフォレスト、赤い森の中で一番放射線が高いところで穴掘って寝たり食べたりで、ルーマーがいっぱい出たんでしょ。あるところはウクライナ政府からも、彼は病気になってるぞとか、放射線の病気とか、死んでる人いるよとか、でもはっきりエビデンスとはないんですよ。だから私たちがあれはあり得るって、いや無理じゃないけど、このところでいやがんの確率上がるとかそういうレベルじゃないか、でも無理じゃないんでしょ、いろいろ変なことやってたけど、これが実はドローンビデオが4月6日に出たんですね。でそのビデオから見て、まあちょっとこの画像がよく見えないけど、じゃあどこに行ったかとか、実は周りが焼けてるんですね。
だ最初に、ロシア軍が自分で焼けちゃったのかって実は違うんですよ。それがその火災があったからみんな引き上がったかもしれないじゃないかと。でこれが実はブラックヒューマーとか冗談でったんですね。これがノットスプーティニックというコメディウェブサイトで、これがロシア兵の遺体で戻ってて、その村の人たちが喜んでいる理由が、盗まれたウクライナから盗まれて持ってきた洗濯機とか、これで電気が出るとかね、そういうブラックヒューマーが出たけど、でもそういう本当に病気になったかどうかわからないんですよ。それでまずローカライゼーションさ、ジオロケーションで私がやってて、その全然難しくなかったで、ドローンのビデオから、それで Google Earth から見て、じゃあこの位置でしたんですねと分かって確認できたということで、この場所でその火災のすぐそばだったということが分かって、今度はじゃあこの放射線のレベルどうやって分かるかと。じゃあ良かったことが、チェノブイリがよく研究されてるんですよ。まあ、いくつかの地図見つけて、これ一番役に立ったのは、本当に今年に出た論文、ベレスフォルという人たちが別の県でセシウム137のレベルの地図出て、実は赤い方が高いで、黄色、緑が低い方で、ラッキー、バカなことやったけど、まあ、もっとバカなことにならなかったことで、ちょうどちょっとレベルがそんなに高くないところに彼が掘ったんですよ。もちろん、占領されたんですよ。本当に結構、まあ、多分、チェックするべき、まあ、チェックしたと思うんですよ。その、ウクライナ軍がベラルーシの病院に連れていて、なんかチェックしてるとか、多分、もっと当たり前んですよ。内部被爆とか、外部被爆とか、絶対ありました。そして見てたら、数百人、千人ぐらいがずっと行ったんですよ、チェノブイリで、ロシア兵。こういうバカなこと考えられないんですよ。とにかく、まあ、このぐらいのことで想定できる、いや、占領があったんですけど、でも赤い森の真ん中がないから、まあ、もしかしたらこれで死ねないじゃないかということが分かりますね。これが全てオープンデータと、そのエクスパートネットワークで話し合いできたんですよ。結局、そのスパイクはどうなったか、こういう研究グループが、いや、その誇りじゃないかもしれないねと、もしかしたら本当の電波のシステムのデータのなんか邪魔になったとか、そういうことあったじゃないですか。でも、いや、データ足りないんですよと。データ足りない。この論文がまた peer review もないですけど、プリプリントだから、いや、まだまだ分からないということなんですね。で、この戦争でロシア軍がこの発電所に対しての考えられない、まあ、ひどいことをやってて、このザポリージャ発電所が3月4日に占領して、大砲を撃ったりしてて、私たちみんなもうドキドキしちゃったんですよ。もっと本当にひどい、もう大きな悪いインパクトある実験になるじゃないかって心配してて、けど、まあ、これも、まあ、ラッキーでそうならなかったんですけど、こういうことが世界が許されないはずで、本当に IAEA も今何もできないんですね。実は IAEA は力がないということを分かって、で本当に大体その IAEA とグローバル、こういう世界の発電とか放射線のモニタリングとか管理システムでは、これが私たちがオナーシステムという、みんながルール守るという約束して守ることなんですけど、守りたくない国いるならしょうがない、できない。ロシアがずっとこういうこと、まあ、これよりひどいことないかもしれないけど、ずっとこういうことをやってたんですね。ということで、ちょっと時間オーバーになったらすみませんでした。ありがとうございました。テスタクトは、パネルの時以来、その時には本当にこう自然発生的にグローバルな例として、放射線量を測るという活動が始めて、その後、この環境データ、ここに大きなグローバルに、みんなで協力をしながら、発信公開していただいているという、本当に素晴らしい活動をされている方々にはぜひも参加していただきます。もうちょっと時間の設置を取り入っているので、そのままこの会場の方々がですね、質問をその3人それぞれからお答えいただこうと思っているのですが、質問がある方はですね、会場の方は挙手していただいて、あと、グループの方はさすがにですね、全員で書いていただいたらですね、ここでどんどんお答えしていこうと思います。で、じゃあ、まずですね、皆さん質問考えたり、打ち込んだり、手上げたりする間ですね、もう一人この活動に初期の頃からですね、僕らスラックで情報のやり取りをしてたんですけれども、そこに記者の立場で入った方がいらっしゃって、朝日新聞小宮山さん、今、ズームで聞こえてますかね。聞こえてますか。聞こえてますか。聞こえてます。聞こえますでしょうか。
聞こえてます。ありがとうございます。すいません。スラックチャンネルに入っていて、原さんと渡辺さんのやり取りとかもリアルタイムで見られててですね、今日の発表も踏まえた上で、どのようなご感想をお持ちになったのか、また質問なども含めてですね、まず最初にキックオフで始めていただけたらと思うんですけれども。はい。朝日新聞の小宮山と申します。私が少しお手伝いさせていただいているのは、ジオロケーションって先生方おっしゃってますけれども、あまり高度なことは私にできなくって、要するにメディアに流れているような、衛星写真がどこにあるのかっていうのをこう特定してお知らせするっていうところを少し手伝いさせていただいてます。具体的にはその衛星写真を見てですね、それを、Google マップの、衛星写真モードにして、それと照らし合わせながら、どこと一致するのかなってことを一生懸命見つけて、で見つかったらここですっていうふうにタグをつけてですね、それをスラックでお渡しするというのことをやっています。それでマクサーについてなんですけれども、マクサーからはですね、メディアに、定期的にというか、不定期にですね、多いときは1日に1回ぐらいのペースでウクライナの上空からというか宇宙から撮った衛星写真を流して、でさらにこれがどこで捉えたのかということをちょっと解説もつけながら、さらに緯度経度情報もつけて流すということをやってます。でマクサーは当初かなり初期の頃は実は緯度経度情報なんかついてなかったんですね。でなんか途中からつけるようになって、多分これがかなり有用だって何かのきっかけで認識したんだと思います。で一方でそのメディアはなかなか古橋先生お話しされたように、それを記事にするときには緯度経度情報を削っちゃうっていうことが、あって、これがあまりなんていうかメディアの修正ではあるんですけれども、つまり記事の中で一連の流れとか文章として関係ない部分はどん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 できるだけ短くしようっていうのは、少なくとも紙の新聞からの伝統で修正として染みついているものですから、そういうことをついついやってしまいがちなんですが、それがあんまり良くないんだなっていうことを今回、古橋先生他といろいろこういう活動を見ている中で感じたことでありました。それで私 の古橋先生の質問なんですけれども、このウクライナの問題に限らずですね、メディアが何かの活動記事の書き方について、こういうやり方だったらもっと社会に貢献できる、あるいは古橋先生たち その活動にも貢献できる、ここをこうしたらいいのになと思うところがもしあったら教えていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、本当に、いろんな形でこう課題たくさんある中でも、やっぱりメディアの方々の気持ちもすごくわかるし、先ほど小宮山さん その なるべく情報を削ることがある意味編集というかメディアの仕事でもあるというところの中では、やっぱりそこの情報をどう入れるのかっていったときに、これ多分小宮山さん自身が多分解決しちゃってるんですけど、やっぱり組織に所属するジャーナリストの方 その組織としてではなくて、個人のツイッターアカウントでさりげなく緯度経度の情報をポロッと告知してもらうみたいな、でそれを僕らが偶然見つけたみたいな、そういう体ですかね。やっぱりそこはうまくやっていかない、先ほどその安住が IAEA なんだかんだ言って動いてないのと同じで、でもやっぱり地元の NPO とか政府キャストの NGO が動いてる。でやっぱりこれってある程度判断がすぐにできて、すぐに行動できる人たちが間に入ることによって成り立っていくかなというふうに考えると、やっぱりこうそれぞれのメディアのこう個人の方々の責任になってしまうので押し付けはできないんですけども、できる範囲でその個々人のツイッターなり SNS アカウントでこう保管する情報を投げてもらって、それを緩くみんなで集約していくような流れってものがもしできるのであれば、きっと今の話って解決するんじゃないかなというふうに思っています。はい、古橋から以上です。どうもありがとうございました。非常に現実的な解決方法で、あと今 の話に関連すると、やっぱり僕らフェアユースって考え方、イギリスだとフェアディーリングという言葉になりますけども、そこをやはりなんとなくふわっと見守っていただきたい。厳密に言うとさっきの日本の著作権法上フェアユースないのとかって突っ込まれるんですけども、でもやっぱり僕らなりそのこういった情報を共有することが世の中を悪くしていないのであれば、それは
少しこうやはり温かく見守ってもらいたいというところではあります。今のポイントもすごく重要なポイントだなと思うんですけれども、小宮山さんが言ったことは僕も新聞社にいた人間なのでよくわかるんですよね。情報をやっぱ削る方向に走るっていうのはもう習性として染みついている。短い行数の中に収めないといけない人で、次に多分新聞社の方じゃない人、ネットメディアとかの人たちだったら、ネットだったら別に関係ないじゃんって載せればいいじゃんって思うんですけれども、でも僕もその新聞社にいた頃にそういう議論したことがあるんですけど、そうすると今度はどう言われるかというと、でもそんだけ細かい情報を求めている人どれだけいるの、少ないでしょっていうふうな議論になってしまうんですよね。でも少なくても必ずいますよねと、しかもその求めている人たちの数っていうのはどんどん増えてますよねと。でそこからさらにそういうことをやることによって古橋さんや渡辺さんや安住さんの活動にプラスになり、そこからまた広がっていくっていうところまでこう考えてほしくて、しかもマイナスはゼロであるとっていうところをなんかやっぱ議論をしていく。多分この会場にいらっしゃってる方というのはその素晴らしさ良さに気づいている方で、今度は社内の方々をこう説得するという活動をされている方だと思うんですけれども、そういう時にやっぱりそのマイナスはなくてプラスは絶対あるよねっていう議論が少しでも広がっていけばいいなというふうに今の話を聞きながら感じました。はい、ありがとうございます。今の話で言うと実はこの活動を始めてやっぱりいくつかのメディアの方からは、その社内でこの活動を知ってもらいたいので社内レクチャーしてくださいという要望もあって、それも実は渡辺先生と2人で登壇したりしています。ですので僕らのご協力できることっていう、こういうことをインプットするという中でも、ここに来られている方は多分今日の議論ってすごく多分理解していただけるんじゃないかな。でもやっぱりそれぞれの組織の中でどこまで理解されるのかというところの壁がもしあったとするならば、ぜひ遠慮なく我々に声かけていただければ、我々の方でまたそれぞれの組織の中で説明させていただければなと思います。ありがとうございます。質問があればどんどん本当手を挙げて、じゃあ読み主宮里さんってすぐ分かるので私ですが、マイクが一番机の前の、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。読売新聞の柳田です。古橋先生と渡辺先生には3月うちの社内の勉強会で登壇いただいて、本当にすごい成果だったので本当にありがとうございました。教えていただいたことを使いながら徐々にいいですけど、上社内でいろいろやろうとしているところです。で質問2つあるんですけれども、まず今の話と被るところ、重なるところなんですけれども、どこまで情報を共有し、取材過程で得た情報を共有、皆さんと共有できたらいいかというところで、記事としてのアウトプットを出すということだけじゃなくて、その取材情報、その記事の裏にものすごい膨大な取材情報があるんですよね。それは地図の話から組み出すいろんなインタビューとかでもそうなんですけれども、そういったものを共有するっていうところで、どんな仕組みを作ってほしいっていうのは聞きたいですとか、あと今お話の中では移動経路の話が出ましたけれども、他にも例えばこんな情報があったら共有してほしいっていうような具体的な項目があったらぜひ教えてくださいというのが1点目です。もう1つがやっぱりいろんな私たちからの取材もお受けになっていると思うんですけれども、逆に困った質問とか無茶振りってどういうのがあったでしょうか。多分そこに私たちもこう素養として持ってなきゃいけないことが何なのかっていう回があると思うので、その辺の例もお聞かせいただければと思います。はい、で最初の質問先に古橋の方から答えて、その後多分渡辺先生とか、はい、もし安住も もし答えたことがあればというところで、まず、メディアの方からこういう情報欲しいというところで一つ事例をお見せすると、やっぱり今 3D のデータをどう作るのかっていうところはかなり着目していまして、で僕青学でも今ドローンジャーナリズムって授業を教えてたりするんですけども、でドローンジャーナリズムを使う中でもやっぱりもうジャーナリストの人たちが当たり前にドローンを使う時代になってきたなと。でその中で例えばこれ一つの事例ですけども、これロシアの戦車を持っている、こう映像が SNS に流れてくるんですね。でこれドローンの撮影方法でノーズインサークルという、こうカメラを、対象物の中心に当ててぐるっと一周するんです、ね、こういう映像を残しておいていただけるだけで僕らこれを 3D に起こせます。でもあっちこっち全然違う方向を取られちゃうとやっぱり3次元になかなかできないんです。
ですけども、まあ、一つは、まあ、古橋からはもしこう映像系、まあ、テレビ系なりもしくはドローンジャーナリズムとしてのドローンを持ってる記者の方はもし何かを映したいと思った時にはちょっと遠目からこういうノーズインサークルの映像を撮って我々に送っていただければ我々の方で 3D に起こし直しますので、まあ、そういったデータをぜひ今後送っていただけるといいんじゃないかなというのが古橋からのインプットです。渡辺先生何かありますか。はい、じゃあ画面共有をしますね。で、今までコラボした中で最もうまくいった事例としてこの岩手日報さんのを見せますが、この時もちろんその亡くなられた方々の貴重なデータを提供していただいたんですけれど、一番大きかったのはですね、なんでこれを記事にしたいのかっていうことだったんです。そのインパクトですね、ソーシャルインパクト、最終的にどんな社会にするために取材をしていて、それでその過程でこのデータを得られたんだっていうメッセージが最初に共有されたのでコラボレーションがうまくいった。岩手日報さんの場合は可視化したいっていうのはそれ手段でしかなくて、最終的にこの命を守る5年の誓いってありますけど、とにかく避難場所を過信せず高台へ逃げるっていうことを人々に深く伝えて、将来の地震で死ぬ人を減らしたいんだ、その思いのためにずっと取材をしてるんだってことをずっと強調してくださったんです。それであのゴールが明確になったわけですよね。気をつけないとこう方法論だけで話をしてしまう、こういうことを提供すればいいものができるんでしょうか、そうじゃなくて、こうメディアの方々と研究者がコラボをすることによって、こう社会に何をもたらしたいのかとか、もっと言うと未来の社会をどう変えたいのかっていうところを提供してもらう、もしくはそこについて深く議論してからコラボすると絶対にうまくいくと思います。裏を返すとそれがないと多分大したものにならないように思いますね。あずきさんももし何かあれば今のはい、そうですね、実は、まあ、みんなが分かると思いますけど、私がもともとこういう放射線関係とかそういう専門家じゃないですね。私のバックグラウンドとか教育がだいたい建築とデザインとか今美大で教えたりしてるんですね。だけど福島、まあ、3.11 になってて、まあ、ボランティアで政府活動に入ってて、やっぱり研究はできるから私もう情報収集で、そして、簡単に分かりやすくまとめてできるから、その時から結構マスコミとか話が多かったんですよね。私がエクスパート、例えば海どうなるかとか、じゃあ私がもうそういう専門家も話してるから、ジャーナリストがじゃあ私はこういう感じで分かってるけど、この先生この先生この先生に話せば一番分かるよというふうに伝えたんですね。で、まあ問題はやっぱり信頼性ですね。ではどういうふうにトラストはできるか、トラストできる情報とか、せっかくがオープンデータにしたりよ、その理由でどの政府のソースから聞いてもちょっと信用しにくいですよね、今はね、誰でもどこでも。今回のウクライナ戦争でみんな分かった、戦争始まる前から情報戦争でした、インフォメーションウォー。でもちろんプロパガンダもあるし、エグザジェレーションもあるし、まあ、ロシア側から言ってることほとんど何も信用できないし、でもウクライナの方はいや確認するべきことも多いですよ、ね、サポートしても私必ずもう完全にサポートしてますけど、でもその情報はじゃあこれ正しいですかって、足りないはどういう情報ですかと。でジャーナリストのインタラクションで私結構バックグラウンドで情報を伝えること多いですよ。それでたまにインタビュー形式でやるんですけど、インタビューの場合もそっちの問題はやっぱりマスコミの、まあ、目的とかやりたいのはインパクト欲しいから、残念だけどウクライナ戦争のそのチェノビルもザポリージャの方でも結構一番悪くなる可能性なんですかとか、一番ひどい可能性なんですかって、いや話したくないんですよ。我々が専門家とみんながあり得るは何、事実は何ですかと、今はどうなっているかと。だからまあ今の場合はここで大丈夫、今の場合はこう見てるしか言いたくないんですよ。マスコミはちょっと目的違うんですね。まあ、とにかく私たちがそういうトラストとか信用できる情報のソースになること非常に大事で、パートナーシップは非常に気をつけてやるんですね。あまり政府とのリンクアップしないし、直接マスコミとリンクアップ今までしてないんですけど、でもオープンだから情報いつでも無料にあげるっていうね、やりますから。
結構そういうスタンスが、まあ、難しいかもしれないけど、でも私たちもしてるジャーナリストももう10年間以上前からしてる人いっぱいいるから、結構そういうオープンディスカッションができるから、ね、だからとても大事ですね。あ、もう最後に言いたいのは、やっぱり福島になった時から分かったのは、昔が科学ジャーナリストという専門のジャーナリストいっぱいいたんですよね。どのアウトレットもあったんですよ。新聞とかテレビ、ラジオでも。今ほとんどないですね。だからみんなそういう基本的の、能力のベースはまあ足りないんですよ。かなり基本のことを説明しないとダメでしょ。ガンマ線なんですか、ベータ線なんですかとかね。これはちょっと大変ですよ。だからできたらもうメディアの中ではそういう科学ジャーナリズム自分がもうレベルアップしてほしいですね。そしたら私たちのディスカッションは非常にやりやすくなって、分かりやすくなって、誤解しにくくなるんですね。ありがとうございます。ちょっと、まあ、押していきているので、そろそろ次の、ジオリバレンス反応に。1個だけ、はい、2個目の質問、まあ、今、アズリが少し回答しているところに近いんですけども、まあ、困った質問というところで、やっぱり、研究者の立場でいうと、僕らは研究者ってやっぱり事実は語れるんですけど、その事実をどう理解するかって、そのストーリーに仕立てていくのは、むしろ僕はやっぱりメディアの仕事だと思ってるので、やっぱり多分メディアの方々は、さっきのアジズリみたいに、やっぱりインパクトのあるストーリーに仕立てたいっていう中で、その事実以上のことをやっぱり質問されてしまうと、やっぱり僕らは事実としてここまでですっていう線引きをどうしてもしてしまう。でもそこから先を聞きたいって、そこの多分すごく難しいところ、特に放射線量のそこが知り合いに出てくるかなというところ、その事実とさらにそこからのストーリーなり分析っていうところを明確に区別したい側と、それをさらにストーリーに仕立てたいっていうところのしがらみがすごく感じているところです。以上です。ありがとうございます。この後ですね、実際じゃあどのようにしてこの GOE とやっていくのかというと、ハンズオンを時間を取ってやらせていただいて、その後にまた最後にまとめ教授のところでも質疑応答を受け付けたいと思いますので、次にじゃあ古橋さんの進行でハンズオンの方をよろしくお願いいたします。はい、では、引き続いて、せっかくのワークショップという形でやらせていただいているので、ちょっとこのあと20分ぐらいをちょっと見るようにしながら、今日ノート PC 持ってきていただいている方には、Google Earth Pro をインストールしていただいているというところで、実際に我々、ジオイントという形でどういうふうに位置情報を与えているのかという作業の一連をご紹介して、実際にちょっと皆さんの手で体験していただければというふうに思っています。で、これからちょっとざっと説明を先にして、その後2つのデータを今日試していただきます。1つ目は割と簡単な方です。先ほど、古橋の資料でも渡辺先生の中にも出てきたマリウポルの劇場ですね、子どもたちという名前が書かれた劇場の場所は、非常もう僕と渡辺先生の中でもここにあると頭の中に入ってるんですけども、いずれにしても、非常に割とマリウポルの中でも象徴的な場所ですので、すぐ場所の特定はできると思います。なのでそれでまず練習していただきつつ、その後2番目はブチャの場所で撮影されているデータで、特に多分皆さんもご存知だと思うんですけど、衛星画像でご遺体らしきものが映っているということを、指摘されているデータがありますので、そのデータを位置合わせしていただくと、2段構えで今日少し手を動かしたハンズオンという形でこの後進めてさせていただきます。でちょっと画面の方を共有していきます。でまず、先にですね、ちょっと今からツイッターで今日のサンプルデータを多分公開しているので、それを共有します。ちょっと喋りながら。では、今、ツイッターに。あと GitHub を。今日のサンプルデータは我々の GitHub のレポジトリ、データを貯めている一つのデータベースと思っていただければいいんですけども、そこに一周という形で今日のワークショップの一周を立てております。リンクを今からツイートしますので、ハッシュタグがウクライナ2022ジオイントですね。ハッシュタグ、ウクライナ2022ジオイント。よいしょ。本日の、ジオリファ、リファレンスハンズオン用、サンプルデータです。
今つぶやきました。で、同じように Zoom の方にもチャットで貼りますので、Zoom の方に、よいしょ。全員によいしょ、はい、貼りました。これで、GitHub の、イシューのところに皆さんたどり着けるんじゃないかなというふうに思います。GitHub の方を見ていただくと分かるんですけれども、初級という形でマリウポルの劇場のこれマクサーの衛星画像ですね、これをロイターが公開しているものになりますが、ロイターがこういった形で、記事にされているものの、まあ、この画像をそのままコピーして GitHub にアーカイブしているという状態になります。大丈夫かな。はい。でもう一つ上級という形でブッチャです。ブッチャの方非常に難しいですので、これ順を追って説明をしていきます。まずサンプルデータにたどり着いた方は、それぞれの画像のところを右クリックして、あの Windows、Mac それぞれブラウザーで名前をつけて画像保存できると思いますので、まあ、JPEG 画像という位置情報のメタデータがない状態でそれぞれあのダウンロードなり、デスクトップなりに置いておいていただければというところです。はい、まずここまででよろしいでしょうか。その間に Google Earth をちょっと立ち上げておきつつ準備を整えておきます。では、スライドの方にちょっとハンズオンでしょうか。で、我々位置情報ジオリファレンスをするときに今どういうふうに作業しているのかというところで、まずちょっとスライドの方で簡単に説明をして、その後初級編をやっています。で、例えばロイターでこれ初期の頃ですね、これ3月1日のロイターにはこれマクサーの衛星画像が公開されて記事にされていたので、まあ、これどこだろうというところで調べてみました。でこれはあのこれはサンプルというかあの見せるだけなんですけども、これ見た時にですね、まあ、道路があります。でこの U 字の U ターン立体橋があって、で川のところで橋が破壊されています。でこれキーウの近くであるという情報があって、ロイターはこの情報、この場所はストヤンカにあります以上だったんですね。でこの情報からこの画像がどこにあるかを我々まず特定しないといけないというところです。で、まあ、ストヤンカまではざっくり分かりますけども、まずここの画像の中に収まる中にどんな情報が、まあ、あの埋め込まれているのかということを分析します。またやっぱりあのマクサーなので信頼を受ける会社だと思いつつも、でもやっぱり本当かどうかは正直分からない。この場所が存在するかどうか、もしかしたらプロパガンダかもしれない、そこに我々も担がされている可能性もゼロじゃないという認識でやっぱり一歩引いた形で見ています。で、なので実在しないかもしれないとも思っていました。でただこの U ターン立体球は非常に特徴があるので、まあ、楽観的にあこれいけるかなというふうに思ってたんですけども、あとここに駐車場があって、で、この駐車場のあの影の当たり方を見ていただくと分かるんですけども、この影がですね、向かって画面の左上から日が当たって右下に影が当たっているということが分かります。つまり太陽の向きが推定できるので、ここからこの画像の方位が分かるわけですね。でウクライナ北半球にありますので、つまりこの画像はまず南北逆転した衛星画像であるということが読み取れます。で大体あのマクサーとかプラネットはまだあの割と上を北にする傾向は強いんですけども、マクサーは本当にぐるぐる回転されて北がどっちか最初分かりません。で晴れてあの影があれば分かりますけども、曇ってたら当然分からないということで、これもなかなか非常に難しいというところがあります。で次、まあ、大まかに大体捉えたら、じゃあ Google Earth でこの場所があるかをここから探すわけですね。で、ストヤンカのエリアを検索すると、ストヤンカここですよっていうのを Google Earth が教えてくれます。ああ楽勝かなと思ってこう拡大していくと、なんか U ターン立体橋があるわけです。でじゃあここの U ターン立体橋を拡大すると違和感を感じるわけですね。さっきの場所とちょっと違うぞっていうこともわかります。でもストヤンカの Google Earth の画像を見ても U ターン立体橋あるのここだけなんですよ。でこれでやっぱマクサーの画像本当に正しいのかなって僕は疑問符が出てくるわけですね。さっきの U ターン立体橋のようでいて違うと。でこの違和感は何なんだろうってもう一回見返すと、まあ、U ターン立体橋の横に川が流れていったりとかですね、あと、まあさっきのこう駐車場のところには農地があってっていう、まあ、あの空間分布相対的な座標関係でいうと
直角に、まあ道路と川、河川が交差していて、その横に U ターン立体橋があって、影のある方向だったので、南側の方に農地が広がっているという場所が、こういう場所が見つかれば多分特定できるかなというふうに思うので、まずこう南北逆転させてちょっと頭の中で整理しやすくします。でその中で、幹線道路こういう感じで、こういうパターンというとどこかなっていうので Google Earth を見るとですね、まあ、ここにイルピニガンっていう川があります。道路も交差している90度曲がったので、南側の方に農地があるというところでは、これ割と一致するんですけども、逆に言うと Google Earth 側では U ターン立体橋はないんです。なのでこれですね、ここがやっぱりジオリファレンスの難しさになります。あると思ったものがない、その参考にするリファレンスしている Google Earth 側が実は古かったってことですね。なので Google Earth にはない U ターン立体橋を使おうとした瞬間にこのジオリファレンスの作業は破綻するんです。でこんな形で部分的にトリミングされた情報の中で、でも使える Google Earth、 もちろんお金を出せばもっと最新の画像も使えるわけですけども、まあ、オシントという考え方も含めてオープンなもので公開されているものだけで分析するとすると、まあ、こういうことはよく起きますので、古い衛星画像を元に使う位置を特定すると、やっぱりこういったこうギャップも埋めていかないといけないというところが一つ大きな課題になっています。まあ、こんな形でやってきますので、この後、Google Earth Pro を使いながら実際に、まずマリウポリの劇場の位置合わせをやってみせます。で、ぜひ、真似して手を動かしてやってみてください。で、その後、ブチャに行きます。で、ちょっと、また喋りながら作業してみます。では、まず、よいしょ。GitHub の方でマリウポリの画像を、保存しておきます。まあ、分かりやすくデスクトップに置いておきましょうか。デスクトップに JPEG 画像を置きました。で続いて、Google Earth の方でマリウポリですね。もう、左上の検索機能を使うとマリウポリに簡単にズームインするという、こういうジオコーディングの機能は、まあ、最近進化しているので、まあ、街まではたどり着ける。わけです。で左側の、検索機能を使うとこういった形で、拡大できますので、あとはマリウポリのどこに劇場があるのか、もちろんシアターとか検索すると大体場所がわかるんですけど、ほぼ中心部の、ここですね、東側にこういった劇場がまだ壊されていない頃の画像が提供されています。 Google Earth のいいところはこの撮影した日時が、左下の画像取得日という形で2020年の7月5日撮影のデータであるということも分かります。まずこの場所を大まかに捉えて、もう一度先ほどの、ダウンロードした画像デスクトップに古橋を置きましたが、位置合わせされていない衛星画像、これですね、マクさんの画像を、ちょっと見ながら、間違いないなということを確認します。なのでこういった形で Google Earth 上で位置が特定できれば、あとジオリファレンス作業はそんなに難しくない形になります。どのようにやるのかというとですね、よいしょ、画面の左側のところにいろんな機能があるんですが、お気に入りという場所をうまく使うといいと思います。場所というパネルですね、ここに、Google Earth Pro の自分の独自データを格納する、まあ、データの、まあ、フォルダーのようなものがあると思っています。ストレージです。でここに、例えばそうですね、ちょっと今日作業用にホルダーを1個作りましょうか。1個、作業用のホルダーを作っておいて、その中で作業したいと思います。作業用。で今、お気に入りのホルダーの一番下に作業用というホルダーをちっちゃく作りました。右クリックすれば同じようにホルダーとかいっぱい作れます。でこの追加という機能の中に、イメージオーバーレイですね。Google Earth にはいろんな情報を、まあ、位置合わせする、ジオリファレンスするということで、いろんな情報は点でも線でも面でも画像でも3次元のオブジェクトでも、まあ、世の中に出回ってくる地理空間情報の多くは、実は Google Earth で今読み込めて位置合わせすることができます。もうこの10年ぐらい、これずっと僕らも使ってるんですけども、今日は衛星画像なのでイメージオーバーレイというものを使っていきます。で、このイメージオーバーレイを使うと、画面上こんな形で、
空っぽの無題イメージオーバーレイという名前がつきますけれども、この上から2番目にリンクという項目に、参照ボタンが右側に配置されてきます。このボタンで先ほど、ダウンロードした JPEG 画像です、もともと位置情報がついていない JPEG 画像を、選択してあげるという形になります。この参照ボタンを押して、そしてデスクトップに今保存した古橋は、この画像ですね、JPEG 画像をこれで開きますというふうにやると、今見ている画面の真ん中に結構適当に、こうやって JPEG 画像が配置されます。配置された JPEG 画像は、周囲、そして真ん中等々に緑色のマークがつきますが、この緑色のマークはつまむと、ドラッグすると自由に動かせます。真ん中をつまむと前後左右、上下左右移動しますし、端のコーナーをつまむとこうやって拡大縮小できます。また、向かって左側のこうダイヤのマークといいますか、ひし形のマークをつまむと回転します。まあ、この、位置を移動、拡大縮小、そして回転、この機能を使うと、まあ、すごく正確にいかなくても大まかにでも位置合わせが可能になります。でこうやって見ていただくと、まず回転しながら、この向きですかね。で、大まかに合わせたら、周りの建物、道路の位置に合わせて、こうつまんで調整をする。で、さらに、裏側が透けて見えるように、このダイアログ、イメージオーバレーのダイアログの、透明度をこうやって変えると、半透明にできます。で、半透明にして、さらに詳細に位置合わせをしておきます。で正確にあったなと思えば、それほど正確性はなくても、大体ここに合うというのであれば、それで報道上は多分分析するときにもそんなに大きなズレは出てこないと思います。と言いながら、ちょっと失礼しました。まあ、こんな感じです。これで今、さっと合わせると、この形になります。はい、これで、まあ、タイトル、自分なりに、なりうと、とりの劇場。上にタイトル、下に説明、ディスクリプションという形で、ここに、子どもたち、子どもたちのという意味のロシア語が書かれて、まあ、こんな形で、今、作業用のフォルダにタイトル、説明、そして位置情報を合わせた、画像が配置されて、まあ、このデータが本当に簡単に Google Earth 上でジオリハレをすることができます。まあ、このように Google Earth の中にこうデータを登録することによって、こういったものを重ねていくことによって、時間軸での比較だとか、他のソース、ここにドローンの映像を入れ画像を入れてもいいですし、3D オブジェクトをチェックして入れていくということもできます。実際に今日のサンプルデータの実は一番下のところに古橋のチームが作成したマリウポリの、劇場の 3D モデルも置いておきましたので、それをダウンロードして重ねていただくと、ちょっと重いですけども、よいしょ、ちょっと読み込み時間かかると思いますが、これは実際にもう破壊されてしまった後の非常に悲しいデータになりますけども、破壊される前とされた後の比較ができるという形です。ちょっと重いですね。こんな形で、一つ一つのデータを Google Earth にある意味どんどん放り込むことによって、自分なりにこのデータをどう扱うのかということで、こう時間軸ですね、2020年、そして、今年の3月14日、そして、これは29日ですね、3月29日という形での時間軸での比較が Google Earth 上で自分の手で行うことができる。まあ、こういった形で、データを見るだけではなくて、いろんなデータを今度自分で受け取った上で、それをどう理解するのかということに、やっぱり Google Earth って非常に便利なツールなんじゃないかなというふうに思っています。はい、まあ、同じように今の作業を
をちょっとイメージしていただきながら、あ、簡単だなと思ったらぜひブチャの方もやっていただければと思いますが、ブチャは非常に難しかったです。僕も渡辺先生もこの作業慣れているので、だいたいすぐに分かる場所であれば数分でできる作業ですけども、ブチャは僕でも1時間ぐらい場所の特定に時間がかかったので、多分今日の時間内では皆さん終わらないとは思うんですけども、ぜひチャレンジしていただければと思います。ここまでで何か質問等ありますでしょうか。わっと喋りました。なんか古田さん聞いてて大丈夫ですか。こんなんか理解みんなそんなに綺麗に形が合わらないそうですね、はい、あんまりそこは大まかに場所が合えばそれで十分かなと僕は思ってる立場です。リモートセンシングの研究者はいや水平誤差は何メートル以内じゃないとダメだとかそういう議論あるんですけども、僕はこういった場ジオイントに関してはスピードが重要だと思うので、それほど、正確性は求めなくていいかなと思います。ただ今こうやって喋りながら古橋とか渡辺先生とかもこうサクサク動かしてますけども、やっぱり Google Earth そもそものコントロールする術ですね。こう例えば斜めに見てたものを直下足で見るためにこう真上から見るためにこういうショートカットだったりズームインズームアウトのこう術はそれなりに慣れる必要があるっていうところはやりながら多分少しずつ慣れていくしかないかなというふうに思っています。はい、で、もう残り5分ぐらいで次ブチャをちょっとやってみようと思います。なので、ブチャチャレンジされている方は、あくまで自力でやるっていうスタンスもいいと思うんですけども、ちょっと古橋の方で、実演をしています。ではブチャの画像をダウンロードします。で、ブチャは何が難しいのかっていうのは多分見ていただくとすぐ分かるんじゃないかなと思います。ブチャ。ブチャはですね、キーウの西側の衛星都市でイルピンという町があります。でその町のちょっと北側ですね、キーウがここですね、ちょっと場所の情報だけレイヤーで地名、キーウの中心部ここです。キーウから、西に数十キロ移動したところにここにイルピンという町があって、かなり、被害が大きかったところです。かなり人口が大きい衛星都市です。でこのイルピンのさらに北側にある、衛星都市の衛星都市といいますかがブチャという町になります。でブチャの町見ていただくと鉄道が走っていて、その南北に、閑静な住宅街が広がっているという、こういった場所です。で、この画像を見ていただくと分かるんですけども、ブチャの画像を見ても、閑静なのどかなこう、住宅街と、あとここにラウンドアバウトですね、交差点にラウンドアバウトがあって、でその横に結構最近作られたであろう建物があったりとかですね、こういう、こう景色が広がっているということです。このラウンドアバウトが非常に分かりやすいかなと思うんですけども、実際 Google Earth を見ていただくと、このブチャの中でラウンドアバウトって案外ないんですね。で唯一あるのがここなんです。でもこのラウンドアバウトとさっきのラウンドアバウトは違うんですね。比較すると。で、これに結構引っ張られました僕は。で、あとですね、海外のジオイントのチームはブチャのこの画像はここだ、ここにピン打ってたんですよ。で、この辺にピン打ってたんですね、ジオイントが。いやここじゃないだろうって僕は思ってですね、でこっちもつまり駅の北側もすごい綿密に調べて、チェックして、で南側にはなんか ラウンドアバウトあるけどって言ってもここでもないということで、実はかなり難しかったです。で、どのように推定したのかというと、まずさっきの影の向きですね、晴れているので影の向きを確認すると、これ今向かって右から左に光が当たっています。つまり、逆か、南から日が当たるので、まず東西南北でいうと方位はこうだということですね。でつまり、このラウンドアバウトから北に大きな道が伸びていて、で横方向に
道があって、この横方向の道はどうも昔からありそうだけども、どうもこのラウンドアバウトは最近作られたもんじゃないかなというふうに推定しました。でその南側のこの新興住宅地も同じような形です。で Google Earth の方をもう一回見てみるとですね、ブチャの画像は2019年撮影のデータですので3年前になります。で3年前にこのようにラウンドアバウトとか街が都市開発されているところなので、3年経つとこの街がどうなるかっていうことを想像しました。でそうやって見ていったときに、このラウンドアバウトから南にこう道が拡張されているのに気づいて、この道はどこまで行くんだろうって辿っていった先に、ずっと辿っていったらここに道があったんです。でしかもこの Google Earth 上非常にもやがかかってて非常に判読難しい。でもこれでこの辺見てたらなんかしっくりくる、特にこの、このよいしょ、この赤い屋根ですね、この赤い屋根がここに見つけられたんです僕、はい、あ、いた。それでじゃあここだなっていうことで改めてここに、作業用ホルダーに追加でイメージオーバーレイで、これに、どこだっけ、テレビ局の取材を受けながら、先生撮影中に位置合わせできますかって言われて必死にやったんですけども、で撮影中になんとか位置合わせ したんですけども、これでよいしょ、こうですね。で半透明化して、で赤い絵をよいしょ、こんな感じで合わせて、道路の位置を合わせて、よいしょ、これでざっと、こんな感じですね。これでようやく位置特定ができたという形になります。そして、ここまであった上で、ご遺体ですね、実際に、例えばこの交差点の影、ここに、例えばここですとか、ここに、まあ、人の大きさの確かに影がこう横たわっているということを判読することによって、この場所がもともとどういう場所だったのかということですとか、まあ、この後も何日かおきに撮影されていたデータをもとに、これが本当にロシア軍が行ったものなのか、まあ、いろんな分析がもちろんあるわけですけども、まずこういったデータが現実に存在するこの場所でこういうものが映っていたということがこのデータから読み取れていくんじゃないかなという形になります。ですので、今、まあ、時間も限られているのでこれで終わりにしますが、今説明した通りで Google Earth も全然完璧ではないですけども、非常に参考になる情報を常に出してくれる。でも僕らはまあこういうことをやりながらも、このデータをどう料理してくれるのか、まずはそのためには位置合わせを素早くやる必要があるというふうに思っています。なので、正直なところ、全てのメディアの方とかジャーナリストの方がこの作業をできる必要は僕はないと思っています。で僕らはそれを得意とするので何かあれば頼っていただきたいと思ってますし、でもこういったことでできることであればお互いに情報交換をさせていただきながらですね、僕らからもこういった情報場所特定できましたっていう形での情報提供やるとか、逆に言うとここで映ってる情報の分析は多分皆さんの方が得意分野になると思いますので、我々が位置合わせでしたデータをぜひ受け取っていただいて、この先の、まあ、分析ストーリーをどう組み立てていくのかはむしろ皆さんに、まあ、お任せしたいなというのが個人的な古橋の意見になります。はい、簡単でありますが、はい、ハンズオンこんな形に。ありがとうございます。それではですね、最後、もう残りもう20分、15分切ってしまっているので、質問がある方は手を挙げていただくか、チャット欄の方に書き込んでいただけたらと思います。で、僕からちょっと一言コメントをさせてもらうと、みんなさん、あ、びっくりするほど結構人力なんだと思ったんじゃないかなっていうふうに思います。目で確認するんですね、最後。なんか魔法のコードがあってですね、それで合わせてくれるなんてことはなくて、実はやっぱ地図とか地形好きな方だとか、そういう自分たちの経験から、これをヒントにしたら見つかるんじゃないかっていうところで、根性で見つけているっていうふうな現状を知っていただけたのは、すごく良かったんじゃないのかなと思います。超手作業なんですよねっていう、本当にびっくりするぐらいの努力が、人合わせの努力がなされているっていうのが現状です。ご質問何かあれば、あ、じゃあ、高田さんどうぞ。毎日の高田といいます。
ありがとうございます。あと今たった今古橋先生にご紹介いただいたやり方の中で、カメの向きなんですけど、これ今南から日が差してるからこっち側来たなっていう、ただと思います。時間帯によって多分違うんじゃないのかなって、そこら辺を、どう見極めるかっていうのを一つ教えていただけますか。はい、非常に鋭い質問なんですが、実は今は割と簡単なんです。というのは衛星画像というのは太陽同期衛星、太陽と同期して動いていて、実は今ほとんどの衛星はほぼお昼に撮影されます。だいたい11時半から12時半、1時前ぐらいの間、つまり影が一番短い時間帯です、ね、でただこれから衛星コンサレーションと呼ばれる人工衛星がたくさんどんどん飛び交いつつある時代ですので、そうするとですね、時間帯がお昼だけではなくて朝から夕方まで何機か変わり変わるですね、撮影をする形になっていくので、そうすると撮影時間の情報もやはりメタデータとして、これは衛星画像プロバイダーからの情報になるんですけども、そこまで考えないとおっしゃられると難しくなるので、今はまだお昼だなっていう前提ですが、これからはお昼だけじゃないっていう、そんな形になります。よくわかります。じゃあ青島お願いします。あ、日経の青島です。ありがとうございます。今同じ質問しようとしたんですけど じゃあ、根性つながりでちょっと質問があります。2つあります。今のブチャの、設定なんですけど、もう純粋にこの衛星画像からだけで設定したんですが、ここの通りの SNS 画像って結構あって、他の人に来たら設定した、実はしたんですけど、すみません。他の情報を参照とかどうするんですか。そうですね。今の話で言うと、まず早く特定しないと。ということを思ったときに、でもネット上誰も場所を正確に特定していない。もちろんマクサは知ってるんです。でもマクサは教えてくれないで、その中でやっぱり画像に映ってる情報だけの分析をせざるを得なかったというところがあります。でそういう意味で言うと、今説明した情報以外に何か使ったかと言われると、結果としては今説明した情報だけで特定したというところになりますので、おそらく時間を翌日とか数日待てばもっといろんな情報が出てくるかなと思うんですが、まずデータが公開された数時間以内に特定するとなると、得られた画像だけからの情報がほとんどになるかなと思ってます。ありがとうございます。で、すみません、もう一点、これは渡辺先生に質問なんですけど、先ほど のモスクワのをセンチネルハブから見つけたっていうのは、これと違って画像があって見つけるんじゃなくて探しに行くっていう、やり方だと思うんですけど、これの、なんですか、やり方の一つみたいなのとか、あるいは本当に根性なのかというところを教えていただきごめんなさい、今ね、ちょっと聞き取れなかった。古橋先生、繰り返していただいていいですか。はい、モスクワの合成画像レーザーですね。あの場所の特定はどのようにあその場所を特定したのかという、しらみつぶしだったのか、ある程度推測したのかというと、最初の可視光で捉えたものは根性ですだからあの周辺の海域をそれこそヘリコプターのように飛び回りながら見つけましたね。で、合成海光レーダーはやっぱり世の中に同じようにこうオタク、もとい、こたつインテリジェンスをしてる人たちがたくさんいて、そういう人たちがツイッターにアップしてくれるんですね。ここにいたよっていう。で、緯度経度情報を付きでツイートしてくれていて、それを取り入れたものです。最初の可視光で捉えたモスクワのは、僕も位置情報付きでツイートをして、いろんな人に知らせるっていうような、そういう情報交換をツイッターでしています。今の話で、しらみ通信やるときの Tips だけちょっとインプットします。で、多分これ渡辺先生どうか分かんないですけど、僕は本当に分かんないときはとにかく流し見るっていう形でやるんですけど、その場合は僕マウス使わないでキーボード操作でこうやってるんです。でもう休み目は手が疲れないので、こんな感じで、ああ、本当わかんないなっていう感じだけど、ひたすら動かしまくって、あっ!ってこういう感じです。で、あとは、さっきの話で言うと、
この道路の傾き、さっきあの方位はどのぐらい正確なんですかって言ったんですけど、まあ、お昼前提だと結構正確にこの角度が推定できます。なので道路の傾きは全般的に、あ、この写真の道路の傾きはこっち方向だなっていう、まあ10度単位ぐらいの角度は大体推定できるので、その角度のこう外部のなんですか全体的な方向性みたいなものはあのそれなりに見ているかなというぐらいです。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ先にチャットの方の質問をしてから次に回したいと思います。それではチャットに来ているあの朝日新聞小坪さんからの質問など、渡辺さんよろしくお願いします。あと薬剤師さんからの質問も渡辺さんからこれは、僕が読み上げた方がよろしいんですか、質問については。それとも僕が読み上げますね。安野高橋さんから、シェルターのデータなど位置情報が特定されると攻撃対象になるデータについて意図的に位置情報をずらして公開しているとの記載を見ました。その可否判断はどのように行っているのでしょうか。ですね、実際このシェルターのデータっていうのはどれかというと、これですね。アウディーウカという、実は今もう激戦地になりつつある東部の町、ここです、ドネツク州の、団地ですね。そこの地下室をシェルターとして使ってるんだっていうふうに、クリエイターの方が 3D データを公開されていた。これまだ3月の頭の方だったと思いますね。で、まさにドンピシャリー、緯度経度を教えてくださったんです。でそこに載せるかどうかっていうところをすごく迷って、なぜかというと、これ実はですね結構有名な人だったんですね。ヤロスレフさんっていうですね、地元で起業してる若者だったんです。19歳の、天才青年というか、12歳で初めて作ったゲームが大ヒットみたいな、なんかそういうプロフィールの人だったんですけど、なのでドンピシャリすると、まず一つは彼がこの団地のどの棟に住んでるか分かってしまうっていう問題、個人情報漏洩の問題で、もう一つはここがもしロシア軍によって攻撃を受ける際に、彼自身に危険が及んじゃないかっていう、そういう危惧ですね。実際5月に入って東部は激戦区になりつつありますから、やっぱりその通りだったわけです。なのでこれについてはどこが正確な場所かは僕だけが知っていて、実際の場所からはかなりずらしたところに置いてあります。で今このヤロスラフさんはご両親と一緒にキーウに逆疎開をしているそうです。キーウで新しくカメラを買って楽しくモデル作ってるよみたいなメールが来たのでちょっとほっとしたんですが、おばあさんはここにまだ残ってるそうなんですね。町で唯一のお医者さんらしくて離れられなかったっていうことだそうです。なので可否判断はもう本当に個人が特定できそうなデータの場合、個人宅であったり、この場合自分が住んでいる団地の地下室っていうふうに指定がされていたので、その人に、個人情報の漏洩の危険だったり、まあ、あるいはこの戦争の場合身の危険が本当に及びそうな場合はずらすっていう判断をしています。他はすべて正確に載せてあります。ありがとうございます。じゃあもう一つの質問、こちらが朝日新聞小坪さんからの質問で、先ほど のフランスさんからのティップスにもちょっと近いところがあるんですけれども、何かこの手作業という点で知っておくべき知識っていうのは何かありますかっていう話と、もし何か基礎的な必読文献などあれば教えてくださいということで、こちらも皆さんそれぞれもし何かよろしくお願いします。じゃあ僕と古谷先生から答えるのが良さそうですよね。はい、例えばマリウポリの、これはまだ始まった頃ですね、侵攻が、3月の9日のこの画像を見たときに、ショッピングモールであろうっていうふうに今すぐ判断ができる。で、これ実は文献等というよりは、普段自分たちが暮らしている町で、建物の大きさとか、形状をイメージしながら歩いてるかってことだと思うんです。我々こういうのはよく見るわけですよね、実は日本の町で。でこうした建物がどこに立地しているかということも定点測的に知ってます。町外れにありますよね。なので、この写真を見たときに、先ほど古橋先生がおっしゃっていた、影は南に伸びるので、
おそらくこれがまあ大体北に向かっている、まあ、実際これが正しい方位なんですけど、町外れでこのような集合住宅があり、左側を見ると畑が広がっている場所、郊外型のショッピングモールがありそうな場所っていう見方でマリウポリの街を眺めてみると、この辺だなっていうことが判断できるわけですよね。だから、まあ、僕はもともと建築学科出身で、都市計画等を学んだことは確かなんですが、地図を普段からよく見て、自分たちの生活空間がどんな構造を成しているのか、どんな配置になっているのかって見ておくと、非常にこの位置特定に助けになると思います。ウクライナの特にマリウポリは非常に分かりやすくて、小規模な住宅が並ぶエリアと集合住宅がその外縁を囲っているみたいな構造で街全体が成り立っているんですよね。なのでぜひ都市計画あるいは地図と自分たちの生活圏をこう重ね合わせて考えるっていうトレーニングを積まれておくと、今回のプロジェクト位置情報合わせに限らずいろんな局面で役に立つと思います。古谷先生、ぜひ何か役に立つメソッドやリファレンスをお教えいただきたいと思いますね。そうですね、僕は地理学という立場でやっぱりその空地写真判読を、まあ、みっちり仕込まれたというところが、まあ、少しちょっと特殊な感じがします。でその中で、まあ、でもやっぱり渡辺先生と見方は近いんですね。で、最近結構、まあ、ある意味苦しんだ住民派の場所でいうとマリウポリの、3D モデルですね、ウクライナの 3D モデルの、これですね。例えば、鉄工所ですね。鉄工所 の、 ドローンの映像から3次元にこさえた時の位置合わせ、これ結構難易度高くてですね、映ってるエリアすごい狭いですね。で工場、鉄工所でかいんですよね。で、これすごく難しかったんですけども、これ特定したのは、まず道路がやっぱり映っていて、ここにゲートがあって、あと道路と平行に鉄道が1台に走っているという、このトポロジカルの構造で、あとはもう本当にこの鉄道網をネットワークを見ながらですね、1本だけ道路と平行に走っている鉄道網で、あと屋根は破壊されていても道路と平行に屋根が続いているという、この相対的な位置関係で、これもやっぱり数時間かかったんですかね。で最終的にたどり着いた。で1個見つかると、まあ、同じドローンで撮ってるならばそんなに遠く離れてないだろうというふうに見たら、まあ、こっちも見つかったみたいな、ちょっとどっちが先かも忘れたんですけど、確かこっちが先で、その後こっち見つけたというような形で、これは、煙突がここにあって、煙突を基軸にしながら位置合わせをしたというような形です。いずれにしても見てみると結構実は重要なものが映っているので、そこの識別ができた瞬間に、あ、だったらというようなたどり着き方が多いなというところですね。はい、以上です。それでは先ほどそちらで打っていただきます。マイクじゃあちょっと押していただいて。ありがとうございます。私ですね、メディアではなくて普段ウクライナの人道支援の団体を運営しているものでございます。ちょっとメディアのこととは少し関係がある質問なんですが。まず攻撃を受けてないエリアの攻撃を受けてないよねと確認するため の、 その画像ですね、こういったニーズがあるんじゃないかなということ で、 理由はですね、まあ、私は毎週オンラインでウクライナの人たちの話を聞くということをやってるんですけど、例えば一つあるのは今日本に対峙する、ウクライナ人の方々がいずれ帰りたいと思っていると、そういう時に今は最新のご自宅の状況を知りたいんだな、そういう理由があるかもしれないと。あと、例えばキエフに住んでいる人がマリウポリにおばあちゃんがいるんだけど連絡が取れなくなってしまうと、だからその安全確認を取りたいとか、あとはザポリージャ州で、ベッドクラスですね、活動している人がいて、でその、まあ、ロシアが侵攻したエリアの、まあ、人道支援しているんですけど、その最新の情報を知りたいんじゃないかなと、はい、でこういう個別の対応ですね、というのは、おそらく衛星画像だと有用
の画像を取ってこなきゃいけないって話になるんですけど、こういった個別のことが対応できるかどうか、もしくはそういうスキームができればできるかどうか、これが1つ目の質問ですね。で2つ目は、今オンラインでも日本人がボランティアしたいと人がたくさんいますと、でみんな何個やっていいか分からないと、でこういった作業に少しお手伝いできないかなというのと、あともう1つは現地のその画像のマッピング、先生がやられましたけど、1時間かけて、あれ、現地の方がやったことになると、仕事で。はい、だからこういったこともなんか、スキームができればできるんじゃないかと、技術的にどうなのかということをちょっとお伺いしたいと思っています。どうしましょう。ありがとうございます。あ、これ、じゃあ、渡辺さんから。そうですね、はい、渡辺先生が先ほどお答えいただいて、よろしくお願いします。今、ツイッターを探してたんで、まあ、見つかったらお見せしますけれど、一つ実例があって、マリウポリの動物園がものすごく心配だっていう方がいらしたんですよ。で、その方が、なんか僕には連絡をせずに、マップをずっとこう見続けたそうなんです。動物たち大丈夫かな、動物たち大丈夫かなみたいな感じで。で、結局その人は別のソースからなんかドローンの映像だったかもしれないんですけど、動物園が無事で動物たちが元気だってことを知れて安心だみたいなことをツイートされたんですけど、個別なのかどうか分かりませんが、実際に確認した人はたくさんいて、そういう人たちが我々が作ったマップを参照してるんだなってことが分かったってエピソードがありましたね。だからこう問い合わせがあったときにどこまで迫れるかっていう話ではあるんでしょうけれど、ちょうどタイミングがピタリであればネット上でつながって、そこの衛星画像はここですよみたいなコミュニケーションが開けるような、そういう可能性はあるように思いますね。ありがとうございます。すでにちょっと時間を5分過ぎてしまいましたので、今の質問をですね、ひとまず最後にさせていただいてですね、またご質問がある方はまた別の、もしくはこれ終わった後に少し時間を用意しますので、その後個別の、はい、取材の時間を用意してますので、はい、なので会場に残っていただいてお聞きいただくとして、それではですね、最後にお一方ずつですね、コメントをいただけたらと思います。じゃあ順番なんですが、じゃあどうしましょう。まず、あずみさんからじゃあお願いしてもよろしいでしょうか。はい、分かりました。いや、これが非常に重要なワークショップだと思いますけれどもね、今日は参加させていただいてありがとうんですね。やっぱり情報が何を信じるか何を信じないかと、あとはパブリックコミュニケーション、一般の人たちに分かりやすくするのは非常に大事な役割ですね。これは何ていうんですか、私たちセーフキャスト最初からそのオープンデータの重要性が、まあ、一番だというふうに考えてて、ずっとそういうふうに続きたいんですね。で、前の例えばウクライナの政府のモニタリングシステムのデータとか最初からオープンじゃなかったんですね。で、それで誰でもダウンロードとかバックアップとか実は本当に取れなかったけど、まあセーフイコボットはたまたまそういうふうにできたから、まあ、かなり助かってるんですよね。で、もう一つの話が、よくセーフとか大きなインスティテューションが、そういう、まあ、NPO とか NGO が、まあ、なんていうか、アドバサリーというか、まあ、敵のような感じすることあるんですよね。まあ、セーフカスも最初に日本政府とかに対してはその感じもあったし、セーフイコボットも最初からそういうことあったんですけど、でも、まあ、いずれに、まあ、なんとか、手伝ってほしいということになってるんですよね。それで、私たちセーフカスもセーフイコボットも、実は両方とも、これから、まあ、チェノビルの組織、まあ、アドバイザーとかの立場になるんですね。っていうのは、もっとしっかりしてる、安定してる、レジリエンスがある、放射線情報システムが、どういうふうに作ればいいかということが、アドバイスしてほしいと。で、これが、まあ、いい結果だと思いますね。で、これが私たちも、まあ、オープンに、本当に、まあ、何もお金とかもらわずに、そういうふうにアドバイスできたら、本当に私たちも嬉しいですよ。まあ、こういう世界ですね。情報戦争が終わらないんですね。で、何が正しい、何が正しくないかと、分かりにくいから、じゃあ、これから私たちは、まあ、みんなのためにやらないとダメですね。ありがとうございます。じゃあ、次、渡辺さん、お願いします。はい、まあ、先ほど古谷先生がハンズオンやってくださったり、僕らのレクチャーの中からも伝わったと思うんですけれども、専門家としての知識っていうのはまあ当然あるし、スキルもあるとして、実際は手作業でできるところがすごく多い、そういう活動ですよね。根性
だったり、あのこたつインテリジェンスって僕はあの昨日の番組で発明した言葉なんですけど、あのパソコン1台あればこうデータをかき集めてコツ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 いじって何か知見を見出すことができる、そういう時代なんです。なので記者の皆さんが足で稼ぐって言ってるのと実は似ている。であのデータジャーナリズムっていうとなんかすごいこう遠いこう仮想空間の向こう側でものすごいテクノロジーがギュンギュンなってるようなそういうイメージがあるんですけど、実際はやっぱり人間の認識できている世界で手でやる作業がほとんどだっていうのが伝わったと思うんです。なのでぜひあの記者の皆さんも少しずつこうスキルを身につけていただいて、こう普段の取材活動に生かしていただければと思いますし、僕らで手伝えることがあれば何でもできますので、あのぜひお声掛けください。今日はご参加いただきありがとうございました。ありがとうございます。古田さんお願いします。はい、あの先ほどの最後の質問にも関連してなんですけど、やっぱり僕らがこう最初に中止してきたのってすごくこうトリミングされた一部分の詳細なマクサダンの衛星画像だったりするんですけども、最近やっぱり NASA の、 そのファームとかそのファイヤーの火のあるところあと全域が見える、であとあのセンチネルのマルチスペクトルだとやっぱりウクライナ全域でここが熱を持ってるってことが分かるようになっているので、それしかもそれあれはデイリーで毎日出てるんです。なのでちょっとそこまでのデータまでアクセスできる術さえあれば、多分自分の興味のある場所を確実にチェックできるかなというふうに思ってますので、まあ、そういった使い方が本当にできる時代になったなというふうに思ってます。で一方で、じゃあ自分、地元の人たちにデータを作ってもらって、ある意味お金をそこで稼いでもらうということも、今のそのスケッチファブですね、等々、自分たちでデータを登録すると、まあ、我々が、まあ、ある程度の、まあ、自腹でやってますけども、買い上げることができるという仕組みはすでに回ってますので、そういうスキルがある方々はやっぱりそういう形でお金での支援ってやっぱりしたい、でもやっぱりその中で顔が見える支援ってすごく大事だと思うので、まあ、そういった形でもし本当に今の若い人たちってスマホあればドローンあれば簡単に 3D モデル作れる時代には実はなっているので、そういった形で地元から情報をいただく、しかもそれをちゃんとお金のやり取りがあるということはすごく大事なんじゃないかなというふうに思っています。はい、あの本当に急なあの呼びかけでこういった方々に本当に集まっていただいていろんな議論をさせていただいたのは僕らにとってもすごくありがたいなというふうに思っていますし、本当にこの事態が早く収まることが一番いいことだと思っているんですが、それでもなかなか僕らがこうやって情報を出していることが本当にじゃあロシア軍 の、 その、まあ、ある意味足止めなのか、それとも彼らの行動を抑制しているのかというのは正直まだわからないことは多くあると思いますが、ただやっぱりブチャの事例も含めてブチャの人が横たわっているのが衛星で見えているぞということは確実にロシアに伝わっていると思うんです。だからじゃあ彼らは隠すという選択肢をするのか、それともそもそも行為、そういう行為をそもそもやらないのかということは、やっぱり僕らこういうジオイントがある意味抑止力になるということを、まあ、信じてやっている部分がありますので、そういったジオイント抑止力みたいな力をもっとつけていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。はい、以上です。ありがとうございます。あの今日は本当にお三方からそれぞれあの非常に中身の内容の深いお話ありがとうございました。最後司会の僕の方からも一つお話をさせていただくとですね、今日あの安住さんが何度もあのオープンデータというオープンに公開された情報の重要性という話をしました。で、まあ、あのオープンデータなども活用してそのデータジャーナリズムの世界なども、もう10年世界ではずっと議論されています。で、僕朝日新聞にいた頃にあのデータジャーナリズムハッカソンというのも8年前に開いて、であのもっとこういうあのテクノロジーとかいろんなデータを扱うのが得意な人たちと報道業界がもっとつながればいいなと思ってたんですけれども、随分やっぱこの10年で近づいてきたとは思います。ただやっぱりまだまだですね、あの距離がある部分もあるので、今日ここに来ていただいている方々というのがその結節点になっていただける方なのではないのかなと思います。でそれとあの読売の柳田さんから質問があったその情報をどこまで共有するかという点で、秘匿性が高い情報とかどうするのみたいなのって絶対皆さん気にする部分だとは思うんですよね。でもたとえ秘匿性が高い情報でも、あの昨年のピューリッツァー賞国際部門で取ったのをバズフィードニュースでメガっていう記者がそのウイグルの強制収容所の情報に関して取材をしたものなんですけれども、同時受賞した一緒に受賞した2人ってバズフィードの外部の人間なんですよね。1人は建築構造物の専門家で1人がプログラマーで、その2人がそのウイグルの強制収容所の衛星データを分析することによって、でそれをメガが取材するっていうコラボレーションでピューリッツァー賞を取ってます。
なので、たとえそれが秘匿性の高いものでも、きちんと組めば、より高い成果が出るのではないのかなというふうに思っています。本日は本当にありがとうございました。それではですね、最後にその事務局の福井さんにちょっとお戻しをして、今後のアナウンスをしていただこうと思います。皆さんどうも、長時間にかけて今日ご参加ありがとうございました。せっかくの機会ですので、今日はメディアの方がいらしたんですけれども、このガイランドルプロジェクトという多様なメディアで活動しておりますので、建設とか建築分野の専門家の方、または行政とか市民の方とも、こういった継続的に何かやり取りするやり方を準備できたのかなと思っております。どうでしょうか。はい、ちょうど本当に今回たまたまこの会場を押さえていただいて、たまたまこの地域で、湾岸沿いという形、品川田町、浜町あたりですね、この地域と市民参加型でありつつ、行政とか建築の世界も含めて、僕はデジタルツインというキーワードといろんな形で関わらせていただいているという中で、ちょっと何回かこういった地域とデジタルツイン建築というようなキーワードがつながるようなこうコミュニティの場を作りたいというのを相談を受けて、たまたま1回目タイミングもじゃあ貸してくださいというのでこの場に、こういった形に仕上がったという形になります。で、今後も、全6回、今日この後また別な地元の方 の, 別なイベントがあって、残り3、4、5、6回、4回またこの場所でおそらく定期的にイベントをやるんだろうなということで、古橋にはまた別なテーマも投げられてます。はい、ご興味があればぜひまたこちらにいらしていただければと。先生、岡田先生、フランス先生、どうも今日はありがとうございました。お会いはこちらの方から出ていただいて、個別取材はこのホールの出題をしていただいて、ホールの中で、じゃあ個別取材この後されお声がけがいただいている方はこの近くに、すみません、来ていただければ、渡辺先生引き続きズームへつながるという形で、アズビーはもうそろそろ近づく、まだ大丈夫ですか。はい、アズビーさんなんですか。この後メディアさんから取材もあるかもしれないので、はい、もし可能であれば、はい、ぜひもう何でも、はい、いつでもですよね。はい、ぜひ。はい、あともう一点だけ、今日のズームも含めて全部映像を記録してますので、今日ご質問いただいた方、質問の内容そのまま流して問題なければ、もうそのまま、ほぼ無編集で公開しますし、何か問題があれば来ていただければ、そこだけ大丈夫ですか。よかったです。じゃあ今日の映像は後ほどちょっとだけ編集して、今日来られなかった方も見れるような形で公開したいと思います。はい、どうぞよろしく。はい、それでは今ご案内があった通り、この後個別取材ご希望の方はこちらの方に集まっていただくとして、今後フラスさんからも話が必要だったように、トレーニングなど公園、社内公園などもご希望される方はそれもお伝えいただけたら、はい、お選びいただける。あと僕が所属する Google ニュースラボでもこういったトレーニングの提供させていただいてますので、もし個別の編集局とかからのご要望があれば僕の方にもご連絡いただけたらと思います。それでは今日は長時間ありがとうございました。話していただいた 3人のスピーカーの方々に拍手をよろしくお願いします。ありがとうございました。